はい、それでは、これからですね、金八アゴラ、始めたいと思います。ただいまですね、今時間は、まだ8時前なんですが、今日はですね、ちょっと8時前に収録いたしまして、はい、で、今日のだいたい10時ぐらいからですね、放送するという形になっております。はい、一応今日までの話でね、いきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。私は、今日司会させていただきます、日本海賊党代表の須澤と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。じゃあコメンテーターの方お願いします。はい、元川崎市議映画選挙選挙数の山内和彦です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。久美子の育ち合い広場でもお世話になっています、元祖生活保守の石川久美子です。よろしくお願いいたします。はい、公認システム監査人、それから国際会計基準 IFRS ですね、それと、公共政策コンサルタントの田淵と申します。いつも山内さんとお世話、はい、選挙ですね。今大変ですよ、ね、選挙で山さんの選挙をつて、はい、来ていただいたり、ありがとうございます。はい、お願いします。はい、じゃあ早速今日のお題をですね、はい、見ていきたいんですが、バングラディッシュのテロ、相当大規模なね、日本人も相当犠牲になってしまって、ね、もう今回狙い撃ちされてっていうことで、そうですよね。まあイタリア人が一番狙い撃ちされたっていうことになってね、でまあ、それがまた同じバングラディッシュですぐまたね、はい、で連続で手がありましたしね、はい、まあ、そこへの話題が一つ目、はい、それから今度は都知事選の方ですが、はい、だいぶいろんな方が名乗りを上げてきたんですけど、ね、タイムリミット近いですからね、その中で小池さんの動きがねやっぱり一番目立ちますよね。どういう思惑で動いてるのか、そうですよね。はい、はい、で次は、英国の保守党ですね。まあ、保守党というと結局この前の、EU 離脱に賛成したという党ですよね。そこの、うん、党首を選ぶことになってですね、うん、今女性対決をしているという状況ですね。うん、はい、ジョンソンさん降りちゃった、うん、まあ責任取って、はいはい、であと、うん、これ食品安全と脱燃料の関係があるんです、これ。料理部がなんか関係をするということで、それはちょっと後でですね、詳しくまた石川さんに話していただきたいと思います。それからお待ちかえの今週の政局ということでいきたいと思います。はい。じゃあ最初どっちからいきましょうかね。まあ、バングラからでしょうか。バングラからいきます。はい、そうですね。はい。バングラ特にないですね。はい。はい。これはもう、まあ、でも、ひどい話ですね、本当にもお悔やみ申し上げますね、うん、本当に志の高い方々ね。いや、私はショックだったのがですね、うん、私たちは日本人だから助けてくれと言っても全然ね、一個大事ないですね、うん、いや、日本人も外国人として狙われたってことですね。あ、なるほどね。例えばの話ですけどね、うんうん、すぐ覚えられるのはね、アラーフアクバルっていうのね、うん、アリフミームシャーってなりますけど、ね、うん、だからなんだっけ、コーランの一節を少しでも知ってれば、もう暗唱できなかったら殺した、うんうん、あれはでもやっぱりイスラム圏に行くんだったらコーランの少しぐらいの知識はないと、あれコーランのもし一節言ってたら助けてくれてたんですよね、うん、まあ、別にそれで助けてもらってもね、岩波と中央公論からね、うん、翻訳が出てます、うん、コーランの、はいはい、でまあ、その前水戸ご紹介したように、うん、コーランでは異教徒は殺して意味たこと書いてあるから、うん、もちろんイスラム教の本質を学ぶチャンスでもあるけれども、はいはいはい、そのなんていうか、カタカナのところありますから、うん、そういうところだけでもですね、覚えておいた方がいいかもしれないね、うん、そうですね。だから結局イスラム圏にいろんな方が外国人として日本人行きますけど、イスラム教のことよく知らずに行ってるってことなんですね。あれコーランっていうのは実は一冊の巻物で116節までしか、114巻ってあって、1番だけが6節だけの開館の章というのがあって、うん、あとはね、長いものが順番に並べてあるんです、うん、あ、だから2が一番長いんです、はいはい、ね、うん、あれはもうムハンマドが亡くなった後にいろいろ集めてきてっていうことですね。だから家族制度とかいろんなことを決めてるのは、うん、2章と4章ですか、うん、ああ、うん、だから一夫多妻制のこととかですね、はいはい、まあだからそこをちょっとね、うん、まあ覚えといた方がいいかもしれませんね、うん、まあただ今回まあ、まず狙われたエリアっていうのはもうどう見ても安全なエリアとされてたところなんですよね、レストランもえらい立派なところだし、それから大使館が集まって高級住宅地だっていうところで、うんうん、まあ日本だとなんて言ったらいいのかね、なんか、うん、まあ、発展途上国でもそういう貧困層の積んでるエリアとは全く切り離れたそういうエリアがあって、うんうんうん、ただテロリストの人たちっていうのは実は高学歴で富裕層の方々っていうのがまた、そうですよね。そう、うん、いや、そのね、
そもそもね、うん、やっぱりそのラマダンの最後の金曜日にバカ騒ぎをするというのはどうなのかな、うん、一応警告はされてたんですよね、ラマダンの最後の日に IS が要は聖戦呼びかけてたっていうのがあって、ただやっぱりあの安全なところだとずっと皆さん思ってたんでしょうね、でもね、例えばだけど、クリスマスとか、あるいはそのイースターの晩に、あまりランチ騒ぎをするのが良くないというのもありますよね、それも異教とかとか、ね、まあ、いやヨーロッパでもね、はいはいはい、ありますから、はい、やっぱりね、まあね、やっぱラマダンの最後の金曜日ということの重みを分かっていたら良かったかなという、だからやっぱり日本人がもし海外、まあ、仕事とかこの NPO もそうですけど、いろいろ出ていくにあたってはやっぱり現地の文化もそうだし、あの地域住民 の、 あの、感情っていうのもちゃんと分かって行動を慎まなきゃいけないってことですね。あのね、ゆとり教育よく私批判しますけど、第一次ゆとり教育、つまり67年4月2日以降に生まれて、じゃあ66年4月2日から、はい、僕の次の年なんです、ね、78年の4月1日まで生まれた人、はい、あのいわゆる寺脇カリキュラムの時代に英語の必修単語が6000から4500になったんですね。その後変わった高石カリキュラムになった時に、英語ではね、ミルキック話の他に外国事情って入ったんですね、これはね、実はゆとり教育の弊害って実は、理数系ばっかりなそれ以降は、実はそうなんですよ。あの難しいのは全部高校でやらずに大学でどんどんやるように。でも大学でやらないからね。あのカリキュラム消えちゃってるんですね。あ、実は、うちの家内とこの間喧嘩してね、お前ゆとり教育彼女とるんだとか言ってる時に、私は私立だから関係なかったってカッカッカッカ言うから、よく聞いてみたら、どうしても女性って基本的に英語でもの判断するんですね、英語の学力で。特に女子っていうのは、女子の方が、まあでも日本の大学が結構英語で判断するっていうのがあって、そうなってきた、配点重いですからね。そうそうそう、私立は苦労しましたから、もう文系だったら、結構英語はゆとり教育をちゃんと戻してるところもあるんですね。まあ特にね、中高一貫とかだとね、やっぱりあの意外と戻せてるところが、しっかりやってますからね。でも理科数学が本当に戻せてるかどうかはまた別に、理系科目の方が。ただ石川さんとかの学校2つ本くなってたんですよ、教科書。ああ、そうそうそうです。結構カトリック系のところは、結構テレワークカリキュラム最後の12年目まで抵抗し続けたんですよ。でゆとり教育にはまらないように、だから旧家庭の教科書のコピーが配られて、素晴らしい。大体普通は、その3年生がいなくなる最初の2年ぐらい抵抗したんですよ。であれはもう現代社会と理解値が失敗やいのすぐ分かるから。1年生に4単位4単位入ってるから、高校1年生の8時間無駄にしてるっていうね、これは緩和とすぐ分かった。だから結局そういうことやってるから、まあ、外国事情もちょっと疎くなるっていう。そうそうそう、でそれで、その寺脇カリキュラムの反省の中で、もちろん家庭法を中学に戻すだけじゃなくて、その寺脇カリキュラムの中にね、だったらその外国事情っていうのがやっと入ったんだね。どうしてもなんか日本人としてはやっぱり観光で行くような先進国と、あと近くのアジアはよく知ってますけど、そうじゃない地域、特にイスラム圏っていうのは意外と疎いじゃないですか。日本ってほら中根基礎書とか、あれで大騒ぎするんですけど、昨日ね、あのおとついか、日本でほらあの、ソユーズで、大西さん言いましたね、大西拓也さんね、もう明日 ISS に、あのね、出発前に、なんと神父さんが来て、聖書の神父さんが来て、何神のご加護はっていう感じでやったんですか。見ました。いやいや、見てない。あのね、打ち上げ時で、聖なる油っていうか、あれだ、不幸機密、で、あの死体に十字架を書いて、あと十字架セットですよね、はい、
ここまでするのか、ロシアも、うん、時計の針が200年戻ったんですね、うん、まあまあそれでも彼は聖光学園の出身ですよ、聖光学院の。あ、そうなんですか、中高聖光学院ですよ、ね、おじさんは星の光、大阪ですか、ちょちょちょ、そっちじゃなくて聖なる光の、神奈川の、うんうんうん、はいはいはい、じゃあちょっと違うですかね。まあでもロシア正教はでも日本に使われてます。それはどういうことかっていうとね、結構ね正教分離してないなと思って、うん、まあロシアの場合はソビエト時代に完全に禁止だったからその反動大きいですよ、まあまあまあ、そうそう、92年から復活ですからね。まだねロシアね、うん、教会税まだ復活してないんですよ、うん、ああドイツはありますね、うん、ドイツオーストリア、うん、ありますね教会税。いやだからあのやっぱ宗教界やっぱり結構力持ってきてると思いますよ、うん、まず反動でもともと地下で動いてた宗教が表にガッと出てきてるわけだから、うん、やっぱ救いを皆さん求めましたからね、うん、だからそれを考えるとね、うん、まあ、だから日本も自分もやっぱりね、うん、ちょっとそのやっぱりこう冒涜と感じるようなことはしないという、うん、やっぱり行った国の文化とか、うん、特に宗教はやっぱりかなりセンシティブだから、うん、やっぱりそこは気をつけなきゃいけないってありますね、うん、だからだって PKO でねサモアに派遣される時も事前に本当にすごい、まあ、そうそう、事前研修しましたね。いやそうそうそう、うん、それでヒゲの佐藤さんじゃないけどちゃんとヒゲも生やしていきましたからね。そう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 、男性はヒゲ生やしてとかえっていう感じでね、うん、あれ男性ヒゲ生やす重要なんですよ。いやあのあっちあのイスラム圏は、うん、特にイラクなんかの時はヒゲの生えてない男性っていうのはどう見なされるかはちょっと言いにくい話です、うん、あいやその同性愛というのはもう一つ別の意味があるんで、まああらぬ誤解を招くことになりますからね、あのいやいやそれと、うん、その中国の宮廷にいた、うん、ああなるほどね、うん、というふうに見なされるところがあって、結構この問題ね、うん、あの重要なんですよ、うん、だからあれでしょ、東方教会では、うん、神父さんはひげを伸ばさなきゃいけないんですよ、うん、実はヒゲを剃っちゃダメなんですよ、うん、ただあの今回まああの JICA の方がまあ亡くなられてますけど、うん、JICA っていうのはもう当然あの世界中に人を送ってるわけなんで、うん、それぞれの地域の事情についてはいろいろ詳しくリサーチしてるはずなんですけどね、うん、まあ、でも JICA の職員ではなくて、うん、JICA の共同プロジェクトをやっていた民間のコンサルの方たち、じゃあもう完全に JICA の人じゃないからやっぱその辺は仕事で来てるだけで、うん、そうなんですよね、あんまりっていう、あの後ほどね、うん、出てきますけど、うん、最近あの駅の評価見ても、うん、あの E、英語の E の上にこう、うん、点がついてるの結構出てましたね、うんうん、ポケモンでもこう点打つんですよ、あのアクサン的に打つ、そうそうそう、だからポケが、ね、ポークになっちゃうから、ね、ポークになっちゃうから大変なことするんで、そうそうそう、あの E の上にあの点打たないと、うんうん、あれをえと発音してくれないんだよ、ね、そうやばいって話です。そうそうそう、だから缶詰のあけぼのが、うん、あの向こうに輸出をする中東向けに輸出をするときに、うんうん、やっぱりあの太陽っていうのはあんまり良くないじゃないですか、新月社だし、だからパッケージ変えたりとか、なるほど、そこまでやっぱり気使ってるんですね、うん、あ国連もそうですね、赤十字じゃなくて赤新月、最初それをやらないで、うん、あの行ったら、受け入れられなかった、やっぱりあの食べさせてみると、うん、絶対圧倒的に評価が高いのに、うん、なんでこんなに売れないんだろうっていうので価格を見直したりいろいろやっていったら、うん、そのパッケージのあのマークが太陽なので、なるほど、よくなかった、日本人は違和感ないけど、うん、あのあんまり言うと悪いけど、あの、うん、関西の名門のね、うん、関西学院大学というね、うん、一応キリスト教の学校あるんですよ、ありますね、不安性学院、ね、あれはだからあの、うん、あなたは何を知ってるかで不安性なんですけど、うん、いつ知るかが関西、はい、ね、三日月に KG って書いてあるんですよ、あこれね外人見せたらね、うん、イスラミックスクールだって言いますよ、ああつか月はもう絶対そうですからね、うん、これ海峡の学校やって、うん、だからえって思う、いやだから月は本当にあのシンボルですからね、だからね日本人って鈍いないやだから日本でも結局太陽信仰みたいな形でこうなってきたのは、うん、本当にあの太陽暦が入ってきて明治以降で、うん、それまでは、うん、あのね、農耕が基準ですから、はいはい、太陰暦だったわけじゃないですか、そう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 、だからあんまり太陽っていう信仰なかったんですよ、天照大神は、いやそれはもう神話の世界で、うん、別にあの江戸時代の人々に信仰してるわけじゃないし、 それとあの日の丸時代だってあれもなんか薩摩かなんか あの船の、ね、なんか識別の、海軍か、そうそうそう、新しいんですか、新しいんで、だからあの江戸時代には、そうそう、太陽信仰って特になかったんで、ね、そうですか、全部明治以降なんで、
なんか昔から日の出る、そうそうなんて言うけど、ね、こと言ってましたよね。そうそう、だって江戸時代にもうそんな、なんだっけ、日作りの云々、まあ、日の本とは言ってたけど、うんうんうん、あんまり太陽信仰なかったですからね。全部明治以降ですね。ちょっとこの問題に関連して私いいですかね、うん、1に01か、はいはい、ちょっとやっぱりテロリズムとあと在外邦人保護の問題をですね、うん、考えてみたいなと思いまして、生活保護の課金のどれですか、はい、一応区と家に入れておきました。あ、暮らしと、まあ、健康というか生命ですよね、まあ、そうですね、うん、もっとシリアスな、はい、で、05お願いします。05、はい、結局テロの脅威って言うんですけれども、うん、まあ、テロの脅威は、まあ、全般に高まってはいるんですが、はい、日本国内でも、まあ、ソフトターゲットに対するテロなんてことは言われてますけれども、うん、オリンピックなんかも、はいはい、まあ、しかしですね、やっぱりテロの脅威一番受けてるのは海外進出する日本企業、うん、関係者の安全確保が課題で、これはもう2013年のアルジェリアの、ね、はい、日記の時から言われていることではあったわけなんですけれども、うん、はいはい、実は昨年その武器輸出三原則を緩和しましたよね、はいはいはい、で緩和するとこれ防衛装飾品の輸出とか、あと資源関連、うん、インフラ関連分野、うん、インフラ輸出関連分野のですね、うん、はい、人たちが、まあ、海外で仕事をするということが非常に増えるわけですけれど、はい、この分野って非常に危険性が高い分野でして、うん、各国がもうそれぞれの利権を持っていて、はい、非常にね、アンダーマネーも動きますし、まあ、本当に諜報的なこともやっていたりとかっていう状況ですから、はい、うん、この分野に手を出すと結構リスク高まってくるわけですよ、うん、だから武器輸出三原則を緩和することの是非は置いておいたとしても、はい、それによってお金稼いでねっていうことをですね、はい、言うのであれば、うん、やっぱりそこで最前線に行ってしまう、うん、日本企業の関係者の安全を確保するっていうのは、これは政治の義務なんじゃないかなと思うわけですよ、うん、確かにそうですね、うん、だってアルジェリアの時だってあれ結局日本政府は情報なかったわけです。そうなんです、そうなんです、そうなんですよ。でだから結局この在外邦人救出、まあ、在外邦人保護の問題っていうのをもっと真剣に考えなければいけないなと、うん、うん、改めて思うわけですね。なんかどんなに安倍さんがね、日本人に指一本触れさせないって言って、もうそんなやりたい放題じゃないですか。そうなんです、そうなんですよ。軽口叩いてる場合じゃないですよね。そうなんですよ。でまあそんなこんなでね、共産党の藤の発言、人を殺すための予算なんていうのは、これはちょっとまあ論外な話でありまして、あらしいですね。だから国家としてそういうなんか戦略がないまま武器輸出原則を緩和したいだとか、そうそう、ね、うん、同じ国もその日本人が行くのとね、うん、アメリカ人が行くので、うん、やっぱりアメリカ人の方はアメリカ政府のそういった何かフォローだとかそういうのあるんでしょうかね、やっぱり。で一応はですね、うん、そのアルジェリアの事件なんかを受けて昨年自衛隊法改正してまして、うん、まあ、在外邦人等の保護措置ということで、はい、自衛隊法84条の3っていうのが新設されてるわけですね。で、防衛大臣は外務大臣から外国における緊急事態に際して生命または身体に危害が加えられる恐れがある邦人の警護、救出、その他の当該邦人の生命または身体の保護のための措置、輸送を含む以下保護措置というを行うことの依頼があった場合において外務大臣と協議し次の各号のいずれにも該当すると認めるときは内閣総理大臣の承認を得て部隊等に当該保護措置を行わせることができるというのがですね、うん、設けられていまして、これは付け加えられた条項ですね、はい、で3要件というのが以下で規定されているわけなんですけれども、はいはい、まあ、ちょっと長いので省略しましたが、うん、一応まとめてみるとですね、うん、3要件、1つ目、領域国が公共の安全と秩序を維持している。2つ目、領域国の同意がある、うん、3つ目、領域国関連当局との連携協力の確保が見込まれるというこの条件がですね、うん、揃うとこの、在外邦人等の保護措置というのをですね、うん、取れるわけですけ ど、この3要件が満たされていたらそもそもですねというかここで起きないってことですね。これ水平王と同じことなんだ、うん、だからこれ一番目は問題やん、うん、3要件が揃わないから問題になっているわけで、テロリストが暗躍するとかそういうことですよね。そうなんですよ。これはねちょっとどうなんですかっていう問題で、あと一つやっぱりこれはですね、
いつ、2015年いつできたかというと、うん、あの例のですね、うん、あの安保法関連法の、はい、あれと抱き合わせでできてるんですけれども、あれと抱き合わせであの改正されているんですが、はい、そもそもこの在外邦人保護の問題っていうのは、うんうん、あの全然集団的自衛権とも関係のない話なんですよ。そうですね、これは、うん、それと一緒にやる話でもない、ね、それと抱き合わせにすることによってなんかいらぬ誤解を受け、いらぬ反対を受けてしまっているわけですから、うんうんうん、でこ の, あの在外邦人保護の問題って、うん、もうその2013年のアルジェリアのテロの時から言われてるわけですから、うんうんうん、まあ、なんか安保法制と切り離してもっと早くやるべきだったんじゃないかっていうのはちょっとそもそも私は疑問なんですよね。あ、まあ、2年も年を置いてってことですね、うん、まあ、テロリスト待ってくれないですか。そうそうそう今から行きますとか予告をするんだったらテロじゃないんでなんてあれはあの消費税マイレージセンターはあね、うん、テロの対象になっちゃいますよね。あれ本当テロリスト法違反ですよ、うん、そうなんですよ、うん、そうなんですよ。私がテロリストなら攻撃しますからね本当に大混乱ですからね。日本中の全てのレジが止まりますから、ね、そうなんですよ、そうなんですよすごい、でだから結局そうやって自衛隊法は改正したんだけれども、うん、まあ憲法との兼ね合いとかいう人もいるので、その憲法の話を置いておくにしても、うん、じゃあ自衛隊法を改正したから、うん、これはあの日本人が人質になったりなんかした時に、うん、すぐに自衛隊が救出できるのかどうかっていうと、うん、それまたも、まあ、さらにハードルがありまして、うん、あのそもそもですね、うん、日本の一番苦手なところというあのインテリジェンスの問題があるわけですよ。だそもそも人質に取られてしまってどっかに移動させられているっていう時に、うん、その居場所をまずつかめるのかって確かにだからね、あの、うんうん、アルジェリアの事件だけじゃなくても、はい、本当にジャーナリストの方が IS に捕まったなんて言うと、うん、なんか急いでツイッターでなんか関係者を探し出してコンタクト取ってくださいみたいなことを政府が言っちゃうような状況では お寒いあのいくら自衛隊が準備万端で待っていても、うん、そもそもどこに行けばいいのかわからないっていう状況でですね、大津さんいないからあれやけど、うん、安田純平さんどこにいるの、ね、わかんないですね、うん、だからそういうことなんですよ。そうそうそう、そもそもここにいますって言ってくれるわけではないので、うん、そうそうそうなるほど、そうなんですよ。なるほど、ね、ですから、でしかもそのテロリストの勢力がどういう勢力でどういう装備を持っているのか、はい、まあ、人質の居場所だけでもなく、うん、じゃなくてもですよ。でなおかつ、まあ、多分そんなに、ね、アクセスしやすい道路がすごい整備されているところにかくまって人質をっていう話ではないでしょうから、うん、まあ、そもそも道路状況がどうなっているのかなんて把握がですね、うん、もうできないんじゃないかと、うん、そうするといくらあの措置あの保護措置命令が出たとしても、うん、じゃあどこに行けばいいんですか。具体的な行動に移せないですね。そうなんですよ。で自衛隊自身がそのインテリジェンスについてはそんなには弱い、そんなにじゃなくて全然弱いですから、あの CIA みたいなわけじゃないですよね。だからこれ本気でやるんだったらやっぱり諜報部隊みたいなのを作って訓練をしとかないとどうにもならない話なわけですよ。これ例えば CIA とか MI6 みたいな、あるいはモサドみたいなのを作るときってやっぱりまた別な法律が必要なんですか。なるでしょ、ね、勝手にやっちゃうまずいですよね。まあ、じゃあ騒ぐ人がいるでしょ。そうです秘密方法で守られて、そうそうそうなんですよ。また陰謀だとか言ったりとかするのでこれだからその辺をしっかりあのピンポイントで抑えてから発見しないと、はい、あの自衛隊員をさらなるです、ね、危険にさらすことになっちゃって、まあそういうことですね、うん、被害拡大しますから、うん、二次被害三次被害になりかねないですね。そうなんです、まずいわけですよ、うん、それからですね、現状の自衛隊の装備で、まあ、果たしてその居場所が特定できて、うん、あのテロリスト勢力の状況とかが分かったとしても現地までたどり着けるのかどうかっていう問題もありまして、で最近のテロリストっていうとそれこそ本当に重武装していたりするわけで、はいはいはい、ものすごく訓練も受けていたりするわけですから、あの相応のですね装備をしていかないと、うん、まあ、飛んで火にいる夏の虫状態になってしまうわけですよね。なんかこうなんでしょうね、あの昔の映画みたいに、うん、あの顔緑に塗って草むらに隠れてますみたいなそんなテロリストは今いないわけで、もう普通の人の良さそうな若者だったりするわけじゃないですか、うん、そうそうそうなんですよ。で最新の、ね、兵器持ってたりするわけですからね。しかも軍事訓練受けてるっていうね。そうなんです、だからやっぱり本当に正規軍と戦うぐらいの装備がないとまずいわけですし、うんうん、それからあの例えばその、うん、
その相手国 の、うん、あの空港なり港なりまで行ったとしても、うん、そこから先に行くには、うん、やっぱり道が悪いのにいちいちあの車走らせるわけにもいかないですよね、うん、車走らせたらそう攻撃されちゃいますから、うん、そうです。でもその例えば今回のバングラデシュみたいなちゃんとした主権国家で軍隊も警察もあるような国に、うん、自衛隊が勝手になんか好き放題できないですよね。そうなんですよ。でしかもだから陸路で行くっていうとちょっとまたねすごく、うん、あの危険がねリスクが増してしまうわけで、うん、そうなるとなんかヘリで行かなきゃ危ないわけですし、そうすると人質を解放してもらったとして乗せて帰ってくるとなると大型のヘリが、うん、ね、あの何機もいるわけ で、うん、でさらにそれをヘリを運ばなきゃいけないですからヘリを乗せられる輸送機がないと、うん、そもそも相手国にまで行けないわけで、うんうん、これ本気で考え始めたらですね結構輸送機とかヘリとかからしてまずどうするんですかと。いやこれね、うん、輸送を含むって入れるのに大揉めやったんよ。そうですよ、そうです、そうです。でも輸送を含まないと輸送できないと意味ないじゃないですか、はっきり言っちゃえば、うん、かといってそれ実行するためには本当米軍並みの装備をしないといけないところでしょ。じゃあ今の防衛予算じゃ足んないでしょ、うん、輸送を入れるとたんびにまた憲法論議になっちゃう。そう、うん、でもなんかほら、うん、あのヘリを何台も乗せるような空母的な形のね、うん、なんか船を最近作ったりしますよね。まだ社民党と共産党がまだわー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 言うじゃん。その軍事費で格差解消に回せてくれちゃうわけですから。そうなんでしょう。まだでもそういうのは実際もう実際に手にしてるわけですから、うん、できないことはないじゃないですか。そういったでも船とかだと何ヶ月かかるやら。そうなんでしょう。そんなにだから待ってくれないんですよ。やっぱりあの米軍が持ってるような大型輸送機じゃないと運べないですよね。ちょっと今から船出すんで到着するまで4ヶ月待っててくださいとか言ったら、そんな言うじゃん。そんなことしてくれないわけ。そうですね。もう事態は全然変わって。これね、あの自民党の憲法改正草案の25条3項、大体25条3言のね、はい、在外邦人の保護って入ってる。まあ、だから結局国民の生命安全に直結する問題ですよね、これって。うん、だからいかに守るかっていうのは生活保障の重要課題ではあるんですけれども、うんうん、だから憲法を変えたところでですね、この装備の問題とかインテリジェンスの問題が解決するわけでもないですから、うん、だってこれは現行憲法でできることなんですね。うん、そうです、そうです。だから今の予算の中でどうやりくりしているかっていう話だけど、 そこに今予算が避けてないってことでしょ。そうなんですよ。でしかも多分こういう問題がある、うんっていうことを法律を作る側は想定してないというか分かってないよね。憲法論議に巻き込まれるのは嫌でね、うん、だから憲法論議に巻き込まれるような条文にはならないようにやるから使い物にならない条文になっちゃうでしょ。だから実情に即した議論を速やかに行わなければいけないわけですけれども、はいはい、今もそもそも PKO のやつでね、うん、今まで空に向けて空砲一発ずつ変なのがあったそれから相手が武器を持っていると確認して初めて反撃できる、ね、以上選手防衛ですからね。つまりあのトラックが突っ込んできても相手が武器を持っているのを確認しないと反撃できない。確認してる間に後ろからやられちゃうじゃないですか。もうみんなやられちゃいますよ。そんなだからそういう馬鹿げたね、うん、もう戦闘地域だともうそんなこと悠長なこと言ってられないですよね。結局中上信者にこういうことになるいやだからね、うん、これだって法律その作っても改正してもこんだけ穴がいろいろあって実態が非常に伴っていないってバレたら、私がテロリストだったらジャッター日本人狙うぞってなりますよ。だってこれが米軍だったら反撃してくるけど日本人だったら反撃してこれないっていう分かっちゃいますよね。そうです、そうです。だからね、いやでね、最近のテロでね、うん、恐ろしいのは、うん、あの昔テロっていうとね、うん、その遠くの国から何か来てね、うん、それで外国で暴れるというイメージだったじゃないですか、うんうん、はい、で今回は、まあ、今回 の、 そのバングラデシュもそうですし、はい、だからこの前のアメリカの方なんか銃の乱射もそうでしたよね、うん、はい、あれパリもそうだし、うん、やっぱりその、そのパリの地元をね、その国民が、うん、あのホームグロウンテロリスト、そうですね、地元出身の若者が、うん、中心になって手をやると、ネットとかで ISIS の主張に感化されてっていう、うんうん、そうそうそう、ホームグロウンテロリストっていうのが増えてるから、これはもう防ぎようがないっていうか、そうですね、それが怖いですよね。で今回のバングラデシュ の、うん、あのテロリストも、あの、うん、非常に裕福で高学歴であるということなので、うん、皆さんクアラルンプン留学してる時になんか感化されたんじゃないかっていうことになってるらしいけど、うん、そこまで追跡できないですよね。そうですよね、うん、なるほど、うん、
日本はまだそこまで行ってないかもしれませんけど、将来的にはね、うん、やっぱりそういったこともあり得る。ただ日本もかつてオウム真理教っていうのはやっぱり社会がつまじきになったような人たちが、うん、あのでまた高学歴者もね、そうあれも私たちも、ね、いやそうそう僕もやりました、ね、はい、あれやっぱりあれか、うん、オウム真理教事件の時にこういうの整備しとかなきゃいけない。本当はそうだったんです。ただあれが特殊なもの、あれは宗教団体の問題だっていうカルトの、うん、問題にしちゃったから矮小化されて、うん、結局あれをテロっていう認識で、あれそうですね、やっぱり、ね、95年のあのオウム真理教の地下鉄サリン事件っていうのは、うん、世界全体では初の科学テロだったっていうんで、うん、だから米軍関係者なんか結構調査に来てましたからね。それであの大都市で の, あの科学テロ、うん、毒ガスを撒くとかっていうアイリンに対する対応っていうのをやっぱり一気に各国は進めたんだけど、うん、日本はあれで終わりましたからね。そうですね、テロっていうのはなかったですよね。なかったですね、うんうんうん、で結局オウム真理教が悪いで終わったんで、うんうん、だから宗教が悪さをするみたいな、うん、あの危機感がなかったわけですね。そう、 そういうことですね、うん、やっぱそうそう次いじめあ、はいはいはいお題はいはい、待ってお題に移ります。まあちょっとね今後のそうですね、では、イギリスの保守党、はいはいはい、まあ、まだまだ私の01、はい、ですか、はい、ですね、まずこちらの方からまず復習になるんですが、はい、あの EU が離脱ということでどうも、うん、なんか引き延ばしを考えているようですが、うん、もう首脳会議のお席にイギリスの席はないと。そういうことです。はいはい。ランチかなんかの席外されてます。そう、イギリスのお皿ね、はいはい、お皿だけ置いてあったんですけど、うん、もうイギリスだけなくて欠席になっていて。あらららら。だってあのお仕置き状態ですね。いや、お仕置き状態。だってまずあのなんだっけ、イギリス独立党のファラージュ党首も辞めて、うん、それからもともと保守党内で今回離脱を、うん、まあ主張して回った、うん、ロンドン市長だったジョンソンさんまでもがもう辞任せざるを得なくなる、辞任というか、うん、あの今回出馬できないですよね。で彼に、うん、の盟友で裏切り出馬したという、うん、あの人もダメだったんですよ、うん、そう結局出れないんですよね。あの離脱派があの例えば首相になったら今度あの EU との交渉でやっぱり不利になるっていうのもあって、そうですか、やっぱり足元見られるんじゃないですかね。あのイギリスとしてはあのやっぱりノルウェー状態、ノルウェー式を目指したいっていうのがあるから、そうなるとやっぱり EU に対してはあのフレンドリーに接しないとダメじゃないですか。ノルウェーの新聞にはなんかようこそって書いてありました、ね、仲間になってあのビルコメンで書いてありました、ね、だってノルウェーはもうあれ交渉するのすごい苦労して、別に楽して EU からに入ってないってわけじゃないんですよね。あ、だからノルウェーの苦労も知らずにっていう感じらしいですよ、ノルウェーの側は。じゃあノルウェーと同じ形にしてくれよ。もう一応はあの離脱派の人はあの目指して、通商とかでは今までのお変わりなくっていう。それはなんかおいちいどこどりっていうかね、虫がいい話っていうことになっちゃうんで、うん、なるほど。そうだから拠出金は出せだしね。あの関税を元に戻すとかいう話じゃないんですか。だから関税をやっぱりあの EU の加盟国並みに、あの要はなし、そうそうそうにしだから、それだったら意味がないだからちょっと最初言われると大して変わらない。いやだ変わらないですよ、ね、で拠出金は払わなきゃいけないですよ、それやるには。ああなるほど。そうノルウェー式だと、うん、だ今まではね、うん、EU に入ってると言っても、うん、通貨は投資じゃないですし、うん、いろんなところで分断してましたよね、うん、そう。ただ EU 加盟国であれば発言権はありましたよね、欧州議会でもそうだし、ね、首脳会談でも、うん、ただ、うん、ノルウェーなんかは実際はもう蚊帳の外ですからね、うん、EU での決め事については。なるほど。だから経済的な利益は今井通りだけども、うん、そういった発言権がなくなってしまう、うん、というのを目指してるけど、そんな虫のいい風にやってくれるかどうかっていうのは、うん、一応お仕置き状態になってますからね、うん、で、はい、その本を書きましたように、はい、すみません、あの山さんの本もね、はい、お話しましたけど、どうも、うん、あのこう英語が公用でなくなるのが本気のようでありまして、うん、これ大きいですね。大きいですね、でどうも、うん、これからプレス発表はフランス語とドイツ語にしますと、うん、だって、今まで EU では一応記者会見ちゃんと英語が入ってるから、うん、3つやってました、ね、英語と英語と独でね、だから、まあ、そういうことなので、うん、我が国のカリキュラムをすぐ直してですね、うんうん、大学入試では外国語を2つ必須にして、うん、大学の卒業要件、大学入試で3つやんなきゃダメでしょうね、うん、だからすごいこと。だからプレスも結局英語しか分かんないけど、プレスはもう使い物にならないですね。ヨーロッパ総局では使い物にならないし、あと商社であるとか、うん、もう今までは英語であのイギリスに拠点を置いて EU とのやり取りもやってたけど、もう今度フランスやドイツ行くんだったら、うん、もう英語だとあの日常会話だけにしてくださいねっていうことですよね、うんうんうん、
で、まあはい、あのアメリカ合衆国自身が、うん、やっぱりかなりスペイン語の比率高くなってきてるね。もうスペイン語すごいですね。やはりですね、あの中国語ではなくて、うん、やっぱり英語ドイツ語必修、うん、フランス語またはスペイン語を選択必修にしなきゃダメだと思います。でですね、あの大学のパン教を減らしてでもやるべきです、うん、はい、保健体今からやんないと間に合わないと、ね、今から間に合わないです、うん、もうこの流れはもう規定路線ですね。で次のカリキュラム改正で2020年から新制度なので、うん、まあうちの長男には申し訳ないけど、うん、もう2020年から2科目にした方がいい。それぐらいのペースでやらなきゃ、うんうんうん、間に合わないですね。間に合わないですね。もう4年後でそんな悠長なこと言ってられないですよね、うん、もう多分この EU の問題もっと進んでるはずですからね、はい、もう多分、ね、2020年にはもう、あのまあイギリスさすがに粘り切れずに出てってるでしょうから、だからもうこれはあの英語の国際的な地位の低下ってことですね、うん、でポンドは一人で下がってるでしょ。そう、今日は130円ですね。でもうこれから首脳会議もイギリス欠席らしい、招待しないそうな、だから離脱ショックの第2波が来たっていうふうに日経新聞あたりは書いてます。離脱しなくても出れないってね。そだからあの権利停止みたいな状態に、はい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 、ね、今時ね、給食費未払いでも給食が食べれるのなるほど、確かにまだ離脱を正式に決まってないんだけどもう席はないと、うんうん、あれは子供手当から天引きですか。いや、それはやっちゃいけないから、いやだ、うんうん、あれはあの難しいですよ、うん、なるほど、うん、では次、はい、02へそれでね、はい、ちょっとこれあのツイッターとかで字がちっちゃくて見えんという抗議もある、うん、ああはいはい、高齢化が高齢化でまあちょっと拡大してまいりました、はい、もう一度復習ですが、はい、イギリスは、はい、実効税率は 20% で G7 で最低でございます、はい、結構予想高いんですよ、ほら、そうですね、フランス 33.33 です、ドイツ 29.、はいはいはい、イタリア、だまあドイツと日本同じなんですね、うん、はいはい、ドイツも一応30切るっていうのはまあ大きいんですよね。大きいですね、うん、日本もそれを目指してたっていうのがありますからね、うん、ただね、はい、G20 とかあの辺の申し合わせから言うと25以上にしようという話になりつつあるんですよ、うん、やっぱり20は安すぎるってことなんですね、うん、それから宣言協定、はいはいはい、それから欧州中央銀行および、はい、ユーロですね、はい、これ入ってないですからね。宣言協定85年で、はい、ユーロは99年、はい、99年、でこれがまああの決済単位としてのエキューとして始まったのがここで、うん、実際にユーロが紙幣出回ったのが2003年です、ね、2002年です、2年の1月1日、あの両替に行きましたから、あ、なるほど。それから金融取引税っていうのは、これはね、有価証券の取引に課税されるという、はいはい、でこのことでこの間政府系の人が、うん、日本はお金持ちほど所得税が低くなってるとやいや言ってた人がいたんだけど、あ、これ 20% に戻したんで、まあだいぶいいみたいですよ。つまりその儲けた額の 20% を課税するという、うん、これずっと小泉時代から 10% だったんです。安かったですね、あの租税特別措置、はい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 、で株取引を活発化させて、うん、でも山本さんね、はい、その有価証券取引税の税率を租税特別措置法で上書きできるんですよ、うん、ほう、ということは消費税もできるということですか。あ、上書きするってことですか。 それこそ高速道路のガソリン、ガソリン税だってそうでしょ、うん、あ、確かにね、あれはあの別に、まあ、ガソリン税についてはなんかに税金の二度取りだって言われてますからね、うん、まあだから、はい、あの消費税の臨時減税は、うん、租税特別措置法なら簡単にできるんじゃないですか。うん、ガソリン値下げたいとかありますか。ありました、あったあった、どうしてるんでしょうか。もう値下げたい、いなくなりましたいって川内さんねそうそうそう、だからタックスヘイブン規制も、うん、イギリスは全然やる気がありませんが、そうそうそう、イギリス他はドイツフランス、あの大陸側を一生懸命やってる、うん、厳しいですからね、うん、で京都で実は先日、うん、G20 および発展途上国の有志参加のあれがありましたね、うん、あ、京都で、はい、まあ、それが あって、はい、とにかくそのやっぱりそういうそのタックスヘイブンはやめましょうというような話がね、はい、それがもちろんあの会計基準もイギリスだけはなぜか自他会計版で、はい、というふうに、なるみたいであります。もともと1カ国だけちょっと異質だったところが抜けてくれてよかったと思ってんじゃないですかね、うん、そう思いますね。EU の、はい、で次の、はいはい、それで、はい、まあやっぱりこちらの方もですね、はい、イギリスだけは簡単に解雇できてしまう、もうまさにブラック企業状態ですね、うん、これ本当にね、あのゼロ時間契約なんてもうひどい話ですよね、うん、はい、拘束するだけ拘束して、そう、もう超ブラック企業ですよね、はい、拘束だけしといて、うん、明日仕事あるかどうか前日に決まる
で、仕事なかった日はお休みなんだけど、うん、給料なしで、うん、それだから韓国もそうですよね。韓国もサムソン電子の人がね、うんうん、なんか韓国もこれやっちゃったんだ、だから結局、あのアングロサクソン的な新自由主義で、労働者をこき使うってことでしょう。中間層がなくなる、まあそうね、もうなくなる、韓国なんかも大変なことになってる、ね、はい、だから遺伝子組み換えについては、うん、これはね、なぜかね、イングランドだけがね、うん、推進で、あとは規制してます。あ、じゃあスコットランドとか、うん、他のところはやっとね、今年、去年入ったんですよ、うん、それまではやれやれだったんですよ、うん、もうイングランドだけなんですね。遺伝子組み換えの表示は EU 法によってイギリスも強制されてます。EU 本体の方もですね、はい、これどうなんですかね。これ私この間も言いましたけど、はい、EU 法によって守られてるね、うん、例えば厚生年金とかさ、うん、ああいうのも離脱したらなくなるんかもしれませんね、っていうような方向になるには新自由主義的な考え方となくす方向ですよね、うん、ですね、ですね、そうですよね、一番イギリスが反対したってことですからね。そう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 、だいたいね、もうね、新自由主義ってね、だからゆりかごから墓場までというね、うん、もうあれはないんですよ、イギリスに、うん、もうとっくの昔、それは英国病ってレッテル貼って、うんうん、だからサッチャーの時でもうそれがなくなった、ウィルソン・キャラハンの時で言われて、はいはい、結局サッチャーの時に全く逆にしちゃって、そう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 、うん、でデモ隊が座り込んだら馬で蹴飛ばすような人だったんですそうそうそう、だからね、うん、頭半分なくね、頭蓋骨なくても働けるとかね、そう、もうむちゃくちゃ、そう、むちゃくちゃ言ってますね、親指一本あれば電話番ができるから仕事ができるはずだとか言って、アメリカと同じですよね。いや、同じですね。アメリカここまで言ってる？いや、そこまで行かないけど、いやけど、これイギリスはちょっと、イギリスはね、出産したね、人捕まえて、働くとかね、うんうん、相当厳しいこと言いますもんね。そうだからね、うん、よくね、外資系のいろんな企業もそうだけど、うん、イギリスがトップの、ね、企業ってね、本当にえげつない切り方しますよ。うん、もういきなり。あのね、PIP っていう、うんうん、パーソナルインプルーブメントなんとか、ね、お前その成績悪いとか言って。うん、でもなんで悪くなってるかな、いわゆるその労働態度が悪いとかそんなんじゃない形で切るから、はあ、だからもう任意にやられちゃうってことですね。いや、使い捨て、はあ、これがね、本当にひどいんで、でこれ本当に言っとかなきゃいけないのは、はい、日本の労働者は優秀な消費者なんですね。つまり、まあ、あと石丸さん出てるけど、はい、いわゆる内需依存型の国なので、うん、ね、給料を下げて、うん、利益幅を企業を楽にしたら商品を安く売れるから、うん、でデフレにして、うん、そして、外国で儲けたら、うん、国が栄えるっていうのは違うんですね、うん、そうなんですよ、これは韓国みたいな国ならそうなんだけど、うん、どんどん輸出しなきゃいけないけど、中間層がいないから、そうそうそう、人がいないからね、そう、日本は中間層がどんどん買ってくれますからね、そこの問題なんですね、うん、これが分かってない竹中とかおると大変なはい、それから次、はい、保険制度も、うん、これはね、ウェールズの法体系はイングランドに飲み込まれてるんで、あ、ここは皆保険ありませんが、はいはい、なんとか北アイルランドとスコットランドは入れようとしています、うん、でちなみに厚生年金とかでも、はい、イギリス以外では、うん、会社が4で労働者が1ですか、激うん、ね、全然違いますでしょ、やっぱり。で実はやっぱこの原因はやっぱりイギリス の, そのイングランド国教会がちょっと異常だからと、あ、私言ってたら、うん、なんかどっかの雑誌にも出てましたね、あ、結局宗教の問題じゃないのって、こう、騙される方が悪いとか、で自己責任、弱い者いじめしていいとか、ね、自己責任とか、そうそう、まあ、政府構造ですしね、ああそうですね、昔だってさ、ひどかった、そうだ、これ水俣病のね、うん、ああいうとこでも新自由主義者から言われると、うん、そんなとこお前好きで住んでんねやろとかね、ああそうなんだね、そういう話になるから、結局そこにいる、分かってて住んでるわけでしょっていうふうになっちゃうんでね、それはだけどそこで生まれついた人はしょうがない、うん、でね、土地ってアイデンティティと結びついてるわけですからね、はい、まあ彼らはアイデンティティなんてそれいくらになるのとか言いそうですけど、ね、そう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 、ね、新自由主義だとお金に換算する、ね、ちょっと前のページに戻してくださいね、ほうほう、実はイギリスの会計基準の怖いところ前に申し上げたもので、はい、まあ、そうですね、うん、ね、うん、自家会計万能主義がどこまですごいかって言ったら、うん、今使っている工業のプラントとか機械も、はい、売却可能価値で査定するんですよ、うわーすごいね購入価格から原価償却じゃないんですよ、あ、今売れる価値ってことです、今売れる価値ですよ、屈折としては、はあ、めちゃめちゃですわ、もう二足三門な換算もするということですねで、あとヘッジファンド規制しないしね、はい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 、
まあ、だからやっぱりあれでしょ、あの、うん、DV 夫がなんか俺が出てったらお前ら食えなくなるぞ、うん、出てってやるって脅したらどうぞどうぞって言う それですよ。もうだからドイツやフランスもう出てき出てきって、じゃあもうあんたの分ご飯いらないわね、そう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 という状況だよね。いやだからね、EU は欧州版 TPP にあらずって言ったらみんなね、うん、こういうことなんですね、うんうん、でちょっと次のページ、うんうん、でそれで、うん、そのお題に関係ありますけど、イギリスの保守党の党首選はメイさんっていう女性、うん、はいはい、これ残留派の方ですね。残留派で再投票はしませんという、うん、そのあの、うん、あの前の今の首相と同じ考えですね、うんうん、レッドソモというちょっと珍しいな、そう、うん、ね、この方も急浮上で、この方は離脱派だって、ね、離脱派ね、はい、即時離脱と、うん、いや見てください元金融業、そうとかお二人とも元銀行ですよね。でもね、うん、メイさんはまだね、うん、いや日銀ってイングランド銀行、ね、あこちらはどっちかというとゼニゲバ系、はい、ハゲタカ系、ハゲタカタ系ですね、ハゲタカファンド系、そうそうということは新自由主義的な、だからやっぱり離脱なんだ、なるほどね、そりゃそうでしょうね。あそれこの間申し上げたその国際会計基準でね、はい、一番ねイギリス嫌がるのはね、はい、純資産の全項目を、うん、株主資本以外とか、うん、書物とか全部ね、うん、増減明細出せとかね、わキャッシュフロー直感両方出せとかね、うんそういうことするとガラス張りになるじゃないですか、はいはいはい、それと困るわけですね、うん、そういうのうやむやにしたいですね、表には出したくないと、うん、ないと、はい、あそういうこともあります。あまあでも一応流れとしては今メイさんも圧倒的なんですよね、うん、流れとしては。でやっぱりこの状況だとイギリスもやっぱり対 EU の今後の交渉を考えたらやっぱり残留派の方が総理大臣になった方が交渉が有利になるっていうのはあるんじゃないですかね、うん、だってあの離脱派の人だったらもう最初からあの離脱をしたいならとっととやってくれっていうんで、もう EU の方はその後の交渉っていうのは非常にハードルを高くするっていう可能性があるんで、うんうん、また残留派だったら少しでもあの EU に未練を残してるっていうような態度表明になるわけだよね。だから、うん、まあ一回知りたいなーっていうふうにするの、うん、ただまあ離脱はもちろん決まったことだから仕方ないんですけど、うん、離脱後のやっぱりイギリスと EU の関係を少しでもイギリスにとって有利に進めるためにはやっぱりここは感情的な問題としては残留派の方じゃないとやっぱりノルウェー式、ノルウェー式にならない、そうノルウェー式でやっぱ目指してるわけなんですからで離脱派の人はもともと後先考えてなかったわけだし、ノルウェーみたいにあの有利になるとか言っても実はノルウェーはかなり苦労されてるってことなんで全然話が違うんでね。 DV 夫の例えから言うとこれ本当にね、うん、ドイツフランスが残ってほしかったらね、うん、引き止めるはずなんですよ、うん、いやいやこんなもう今いいからなんとかで言うけどね、うん、何も言わんとねパンとシャットダウンして、うん、はいバイバイってやってる、ね、いやすごいあっさりしてますよね、あっさりしてるんで、そうそうそう驚くぐらいほど嫌だったんだと思うんですよ、うん、いやだから EU での決め事に一カ国だけ抵抗するから、うん、それも EU の理念に反するようだからね、これね日本のマスコミね勉強した方がいいね、うん、ですぐにフランスのなんとかルペンがとかでしょ、そうそうそう、ルペンなんて少数政党ですよ、そうそう、いや逆でなんかあの EU のがこれで崩壊するなんて言ってる能天気な方いますけど、逆逆もうこれでね楽になったっつって、そう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 、逆ですよ、おかげでギリシャとかに対する緊縮政策しなくて済むし、うん、これね今の名前何今の首相の名前、チプラスさんじゃなくてあのギリシャじゃなくて、いやいやいや、あのイギリスちょこないでやめた、あキャメロン、あキャメロンさん、はい、あの人がこのゼロ時間勤務って入れたんだけどあの大丈夫、はい、不景気だからこそ緊縮しないかんって言ってる人ですから、うん、すごいね、もうもっと不景気になりますね、で大政権ね、大政権野田みたいやなと思ってね、だからねあの VAT 上げるって言ってるんですよ、はあ、不景気だから増税って言ってますから、どっかで聞いたことある話やなと、もう不景気に追い打ちかけますねそんなことやったら、もうなんかもうまあでもねポンドが本当にね130円も下がって、うん、もうまだまだ下がる勢いですからね、そしたら輸出が有利だって言ってますよ、ところが、ね、イギリスってね輸出するものはあんまりないんですよ、ないんですよ、そう金融国家だから、うん、だって鉄道発祥の地なのに今高速鉄道で日本からね日立が入っていったりとかして、うん、もうものづくりじゃなくなってるんで、うん、もうほとんど金融国家なんです、うん、そう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 、グレバにしたってヨあの EU に輸出してるんだからね、そうなんですよ、うん、それでイギリスの自動車会社ももう大手に全部あの系列入ってますからね、ロールスロイスだとかいろいろありましたけどね、うん、結構トヨタ、ホンダ、日産ワーワー走ってるでしょ、そう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 、イギリスはね、だから本当にあの金融立国なのに今回あの EU との関係がこうやって断絶することになって、うん、あれジャガーはタタ自動車でしたっけ、うん、あ、ただインドの、うん、そうそう、うん、ジャギアーでねえ、ジャグワーはね、ジャグワー、宗主国が、あ宗主国がね、植民地の会社に傘下に入ってしまうという、それはよくある話で、アメリカビッグスリーが
に、まあ、イタリアに取られる。あ、まあまあそれで下克上で、まあ、日本でもシャープとかね、東芝とか、ね、あ、そうそう、そこから学んだところに何か取られてしまう、うん、まあこれあれですね、うん、やっぱなんていうか、英語以外のね、外国をちゃんとやらなきゃいけないと、うんうん、石川家でも小学校のスペイン語は継続ということ。そうそうそう、娘がね、なんか課外授業のスペイン語も忙しくて宿題が増えたからやめたいとか言ってたのに、やめるなと。絶対やめちゃいけない、はい、そう、我が家も英語プラスフランス語一生懸命学ばれてますので、小学校3年生これもね、いりますね、本当にね、いや、いります、いります。トベストのお子さんもなんかやれてるの？いやいや、まだまだ、まだ、これからやらせないと大変なことになります、いや、だって本当にヨーロッパで仕事するときにもう英語だけじゃダメってことですよね、本当に本当に、うん、そうですね、確かにね、はあ、すごい時代になりましたね、じゃあ私の方もネタを、はい、01をまずお願いします、はいはい、一応最初予告編のところでですね、はい、橋本徹さんがですね、うん、英国民の EU 離脱選択はポピュリズムなのか、僕が現地で感じたことというですね、あの、なんかメールマガなんかのね、新番組やってましたね。あ、そう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 、なんですよね。あ、いたんですよ。3ですかね、03、うんうん、お願いします、うん、なるほど、ポピュリズムをちょっとしました。ですね、あのプレジデントオンラインで、ね、うん、橋本徹さんが有料ベルガムアガーの一部かなんかをですね、うん、載せているんですけれども、ほうほうほう、まあ、あのタイトル、英国民の EU 離脱戦とかはポピュリズムなのか、僕が現地で感じたことというタイトルでですね、うん、載せてるんですが、離脱は感情的ポピュリズムの判断だという今の日本の自称インテリの思考こそ、うん、駆逐しなければな、ほうほう、ポピュリズムという言葉を多用するのは日本くらいで、まだまだ民主主義が成熟していない証拠だということを言ってまして、うん、まあ、ご自身こそが非ポピュリズム、非インテリ、庶民の味方でですね、民主主義のを体現する立場なんだという論調でずっと書いてらっしゃる。なんかヒトラーもかつて似たようなこと言ってたんですよね。いやでもね、海賊長的に言いますとですね、はい、そういった国民のね、うん、そのポピュリズムを尊重しようと、うん、でポピュリズムと言いながらね、うん、やっぱりその多くの意見が集まると、うん、まあそこそこいい方向に行くんじゃないかと、まあ、バランスが、ね、うん、取れますね、 そういった考えなんですかね、うん、そういった、ただ問題なのはね、うん、ワンイシューに全てを引っ掛けるからやばい、うん、そうなんですよ、だから都構想賛成か反対かで大騒ぎしたじゃないですか、これそこですわ、これをポピュリズムと言わずして何て言うんですか、うん、でなんか自分は黙っといて、うん、議論の場を作って、うん、みんなの意見が集約されるのを待つならいいんですけれども、うん、あの非常になんか偏った片っぽに、うん、あの自分が立って、うん、すごい旗を一生懸命振って、うん、風圧で人々を、ね、自分たちの方に吹き飛ばす勢いでですね、うん、旗を振っちゃって、うん、それがあの民意だ、これが正しいんだ、うん、民主主義だって言っちゃうのはちょっとまずいんじゃないかな、そう、だってそれがだって都構想だったわけ で、うん、で結局都構想賛成したし、もう都構想何なのかよく分かってなかったっていう、そうなんですよ、だからそうなんです、うん、あの都構想の話もあれはだから、はい、その、うん、あの大阪市を解体するっていうだけの住民投票なので、うん、本来はですね、はいはい、あれで可決したところでですね、うん、あの大阪市が大阪都になるわけじゃないんですね、そうですね、でそんなことなんでですね私が先週もご報告をした通りですね、はい、あの松井一郎さんにめでたく噛みつかれるという経験、あらあらあらそれは名誉なことで、はい、はい、あのちょっと反論したい点がいっぱいありすぎて、うん、どうまとめてよいやらと思っていたら1週間経ってしまったんですがあの決してですね松井さんの言い分が全て正しいから私沈黙をしているというわけではありません、はい、はい、で、うん、あのこのですね、うん、柳本さんがですね、うん、柳本明さんがですね、はい、このイギリスの国民投票を受けてですね、はい、どこかで聞いたような気がする効果学無限大とか言いながら実はほぼゼロだったみたいな、でまあゼロどころかマイナスなんですけどね、はいはいはい、そうですね、コストかかっちゃいますからね、ということをおっしゃっていましたので私がですねそれをあのリツイートしまして、はい、まあ、政局に利用すべきではなく首長や議会議員が熟慮を重ね判断すべき問題を安易に住民投票にかけ、うん、はい、住民や地域の分断を煽る点で大阪と構想と類似している、はい、うん、格差や生活困窮などの複雑な問題が一時で解決するかのような言説を振りまいたという点でも類似しているんだということをですね、はい、
あのコメントをツイートしましたら、はい、あのめでたくあの実務経験のない学者さんの無責任コメントだというですねお言葉を頂戴いたしましたね。松井先生実務経験ありまくってますからね。はい、私もついにあの藤井聡さんと並ぶようなですね立場に置いていただけたらなと思います。もう松井さんのお目にかかったという光栄ですね。あと欠けているのは実務経験ということであのお待ちしております。ぜひとも大阪維新からよろしくお願いします。いやそれはいいですそれはまずいでしょうねお前じゃ、はい、ま、実務経験はいつでも積ませていただく覚悟はできておりますので、はい、あのお待ちしております。というわけでですね、実はこの、はい、ポピュリズムっていう点に関していくとですね、はい、この EU 離脱の話とですね、はい、大阪維新の都構想の話に似てるっていうのはこれ単なるですね、うん、印象論というわけではなくてですね、はい、これ実は私一応ヨーロッパ政治史のですね大学時代の講義ノートを引っ張り出してきましていろいろ見ていました、はい、でその後自分が卒業した後のですね、講義ノートもですねちょっと見てきました、はい、いろいろと面白いことが書いていました、はい、ヨーロッパの求心右翼の特徴、うんうん、まあこれがですね、うん、維新と、まあ、当時日本維新の会から現在に至るまで、うんうん、維新と非常に類似をしているんだということですね、はいはい、これヨーロッパ政治史のですね結構スタンダードな東大法学部の講義ノートにあります。おでヨーロッパの求心右翼って、まあ、どんな特徴があるかというと、まあ、4点ありまして、はいまあ、1つ目ネイティビズムから、はいまあ、国粋主義とか自国民中心主義というところに移行していく、うんうんうん、それから非常になぜか権威主義的でですね、うん、治安維持機能を強化しろとかですね警察力を高めろとかですね、はいはい、そういうことを非常に言いたがって、はいはい、もうフィリピンみたいな、はいそしてですね移民排斥を訴えていくというですね、うん、ところがある。これは面白いんですけれども、はい、まさに今回のですね、はい、イギリスの国民投票でも見られたタイプですね、はい、言説が、はい、言われていまして、うんまあ、移民排斥どういうロジックで彼らが言っていくかというとですね、うん福祉国家を移民によってつまみ食いされないようにすると、うん、あらら自分たちが税金を払って福祉を維持しているのに、はいはい、移民たちがそれをただ乗りしてくるんだと。うーんあーだから移民を入れるなっていう論理、ね、生活保護は日本人に限るとかいう、そういう話、まあ、だからこれはちょっと福祉消費図っていう言い方をするんですけれども、あ、まあ、そういうですね、論理構成を取るんですね。そして4つ目の特徴としてポピュリズム。でポピュリズムでも、はい、腐敗したエリート対無垢で純粋な国民の対立っていう構造を演出しまして、あ、で政治家のカリスマ、政治家個人のカリスマ性と結合して、はい、自分たちこそが庶民の代表、国民の代弁者なんだと位置づけて支持を獲得しようとするという特徴があるんですね。あ、もうまさにそう。まさにこの、プレジデントに載っているところですね。もうまさに。でしかも同じ、メルナグマガの文章でですね、はい、典型的なことを橋本さんおっしゃっていて、はい、中国人がパスポート審査なしでどんどん日本に入ってきて、日本人と異なるマナーで生活し、そして安い賃金で働いている、僕はそんな日本は嫌だねと書いてるんですよ。 なるほど、移民排斥のところに感じしますね、はい、ネイティビズム、移民排斥、はい、はいはい、ネイティビズム、移民排斥、まあ、でもイギリスだけじゃなくてヨーロッパどこでもね、うん、そういった、いや今世界全体がそういう、流れになってるんで、うんうん、そうなるとその、うんね、今回 の, その英国の EU 離脱がね、うんまあ、おかしなことをイギリスがしてしまったんだってじゃなくてですね、うん、これがきっかけになって EU 自体が、うん、そういったもっと崩壊する形にねっていうことを言ってる人もいるけど、ただやっぱりここに行くかもしれませんよね。イギリスの件で逆でやっぱりそういうことに対するやっぱり不満をちゃんと吸収するように、うんうん、政治が働きかけをしなきゃいけないっていう動きがこれでやっぱり多少 EU の中でも今スピードを進めてましたよね、うん、EU っていうのは、うん、どんどん拡大していって、でもあれスウェー、スコットランドとかね、うん、はEU に残りたい、そうそう、いやだって彼らは EU にいた方がメリットが高いっていうのはもう、うん、もう EU に入ってからやっぱり何十年と経ってますからね、うんうん、だから連合国の中に続けるよりも EU の一員である方が自分たちにメリットが大きいっていう、うん、一般の労働者絶対ね、うん、それこそ首切り天国になるの目に見えてるから、うん、だからそうなった時に、うん、ああ失敗したっていう、そこで後悔する人も出てくるはずですよ、まあ、今後悔してる人もいますけどね、だからね、それがちょっと面白いのが、はい、ポピュリズムとネオリベというのが、うん、
合致をするという傾向がありまして、うん、あの石川04をご覧ください。はい、はい、まあ、1970年代から80年代にかけて、まあ、これあの政治学とか政治哲学政治思想のですね、はい、研究者あの結構一致して言ってるんですけれども、はい、まあ、民主的なそれまでの資本制から、うん、まあ、スーパー資本主義への変化が起こったんだと。うん、うん、イギリスとかアメリカとか民主主義の前で、うん、それはどういうことかというと結局労働賃金というのを単なるコストとみなす。だからそのコストを削減するためにあの労働者の賃金を減らしていくのが正しいんだっていう形になってくるわけですね、はいはい、そうすると、まあ、非正規雇用とか、うん、まあ、所得分配の格差が拡大して、はい、中間層が没落し、うん、結果的に社会の二極分化が進んでいくという、うん、あの非常にあの重要な転換が起こってきた。これは80年代あたりからってことなんですね。70年代後半から80年代にかけてですね、はいはい、うん、でそこに新自由主義がさらに登場してきまして導入されてきて、はいはい、で民主主義の実質が著しく変化をしてしまったんだと。つまり民主主義っていうのはこれあのフェアプレーの保障なんですよ。一、うん、人一票で、はいはい、あの秘密投票の、はい、が保持されていて、はいはい、でなおかつ、政府に反対をすることもできると、うん、でそういうあのプロセスの平等性というのがあの民主主義でありまして、はい、だから民主主義は別に結果を保障するわけじゃないんですね、うん、結果が望ましいことになるかどうかは保障しないんだけど、うん、ただその手続きが平等ですよっていうことを保障するわけなんですね、うんはい、ですから民主主義の前提っていうのはそれぞれの人が平等であるということですから、うん、経済的にも、うん、あの平等であると、うん、極端な格差が出ないという前提じゃないと成り立たなくなってくるというものがあったわけですね、はいはい、やっぱ豊かな中間層がいるということが大前提ですね、うん、そうなんです。あのですから幸福実現とはダメやね、真逆や、真逆あのだからですね結構あの第二次世界大戦後なんかだと、うんはい、民主化をする国はあのたくさんありまして、うん、あの民主化プロセスっていうのは本当に百数十回あるんですけれども、うんうん、民主化が定着している国っていうのは実はあの40カ国未満ぐらいしかないんですよ、うん、大半の国は民主化うまくいってなくて、そうなんです、開発独裁的な国になったところもあるし、クーデターが起こってしまったんですね、はいはいはい、ひっくり返って、すみません、ちょっとすごいこと言っていい、はい、ドゴールリズムはどうなの。あ、フランスの、うん、逆フランスって結局、うん、第三共和制、第四共和制やね、うん、まあ、あまりにも、うん、勝手なことばっかり言いすぎて、うんはいはい、あのすぐ内閣が潰れるという、うん、あで議論ばっかりして前進まんっていうのが、ね、まあ、ちょっとね修復政治に陥っている、ね、でイタリアもそういう傾向にあるんですね、うん、でもイタリアは変えなかったんですね、うん、議員内閣制、うん、でどうドゴールがなんか反乱を起こして、うんはい、いつの間にか反乱軍があんな形になったでしょ、はい、であれって何だったんですかね、うん、いや結局ドゴールのやったことって関係ないんですか、これいわゆる効率重視とか、うん、手続き軽視とかね、うん、だからドゴール独裁の時にやっぱりいろいろフランスはやっぱり学んだんじゃないですかね、うん、それが後にドゴールなくなった後にフランスでやっぱり変わったわけじゃないですか、ね、でもフランスがね、はい、憲法を変え出したのは、はい、シラクの時からです、うん、2000年の頃までやっぱりね、うんうん、そのまま残ったわけでしょ、そのいわゆるドゴール憲法、うんうん、だからそのドゴール憲法の範囲であの、まあ、民主的なプロセス、その中であの EU を作っていく過程も生まれてるし、うん、そうなんですね、だから EU と抵触するような部分は、うん、結構フランスは憲法改正してるんですよね。そう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 。でまあ新自由主義が導入されてくると、うん、結局その民主主義の前提が崩れていくのとともに、うんうんうん、さらに政府が新自由主義化していくので、うん、政府による再分配機能が縮小してきて、うん、ますます格差が拡大をすると、はいはい、 そうするとますます社会的平等が切り崩されていくという状況になっていきまして、まあ、あの民主政治民主主義の前提がもう機能しなくなるという現象が起こっているんですね、うん、でしかもあの経済の面で言っても、はい、あのグローバル企業が出てきますから、うん、あの政治の側がグローバル企業をコントロールすることが困難になってしまって、うん、あの政治の機能不全というのが結構明らかになってきちゃってるんですよね。グローバル企業の方に逆に政府が食い物されているということですね。そうなんですね、まあ、アメリカも実際そうですよね、うん、米韓 FTA のね、うん、
うん、あの韓国そうですね、うんうん、もう完全にあの、うん、グローバル企業に食い物されてますね、うん、国家そのものが。そうなんですね、うん、でこれであの有権者がでもやっぱりネオリベっておかしいよねって気づく人が多ければ、まあ、元に戻る可能性もあるんですが、うん、ここで一つ政治学的に非常に大きなパラドックスが起こりまして、はい、実はですねネオリベ政策で一番打撃を被っているはずの低所得者とか中得所得者層が新自由主義的な政府を支持するというですね、あの非常にパラドキシカルなですね現象が起こるんですね。これだからポピュリズムなんですよね、うん、で日本で言えばあの郵政選挙の時に、小泉竹中路線であった自民党を、はい、うん、まあ、あの非正規雇用の若者なんかが熱狂的に支持をしたり、あの旦那さんのお給料が減ったりリストラにあってしまったような主婦が小泉さんに熱狂するみたいなことが起こってくる。で実際今回の選挙でも18歳19歳に選挙権が引き下げられてもかかわらず、うん、彼らは一番自民党に投票するのが多いってことですね。そうなんです、そうなんです、うん、でこれ結局何なのかっていうと、やっぱり政治家や政党のイデオロギー的な宣伝効果がかなり強まっちゃうということがありまして、うんうん、あの結局政党の側もですね、うん、なんか広告代理店にお金を払って、うん、まさにもうコマーシャリズムで、そうなんですっていうことになっていくので、マーケティングで全部動くという、なんかすごい時代になりました。そうなんですよ、うん、まさに SF 映画の1984なんかの世界と同じで、でポピュリズム指導者というのは実はネオリベに親和的であるという非常にマッチングするという特徴がありまして、それなぜかというとやっぱりあの有権者の質も変わってきちゃってるわけなんですね。結局それまではやっぱり生産者とか労働者中心の社会であったんですけれども、もう消費者中心の社会に転換をしてしまっているので、あの福祉っていうのは特殊な人々のためのサービスなんだと、既得権益なんだみたいな考え方が広まっていき、なおかつですね有権者がもう消費者的な行動を取ってしまう、価格が安ければいいみたいなことをですね、あの考えて動く人々が増えてしまいまして、そこにその政党の側、政治家の側の宣伝がマッチングしてしまうということなんですね。ですから国家財政なんかも消費者的な発想で、うん、値切れるところは値切ってしまいみたいなですね発想を取る有権者が増えてしまうと、はいはいはい、ですから実は民主主義を縮小する政策を掲げる政党が、うん、民主主義的な選挙手続きによって選ばれるという、うんうん、非常に政治学的には難しい問題が生じているんですよね。になってますね。で特に日本においてはリベラル政党でさえ、うんうん、新自由主義に追随しまして、うん、結構公務員制度改革とか緊縮財政とか既得権益の打破みたいなことをリベラル政党も支持しちゃうというですね、うんうん、それちょっと後で言うね、東京都知事選でその動きがある、はい、あるんですよね。でこれはやっぱりですね、民主主義ってことを考えると大変良くない動き、はい、流れであって、うんうん、これは政党とか政治家の側が乗っちゃいけないんじゃないかと、うん、思うわけですよ。非常に危険な動きですよね、うん、こういう。でやっぱり私たちデモクラシー民主主義ってなんかまずいとこもあるなと思いつつも、うん、でもじゃあ民主主義やめましょうとは思っていないわけですから、うん、そこで石川久美子提言としてやっぱり政治に公正と正義を取り戻せというですね、うん、ちょっと青臭い提言ですけどまあ中身見ていきますと、はい、やっぱり現代の市場っていうのはやっぱ政党の規範力を持っていなくて、うん、公正とか正義が欠如しているわけですよ、はい、でそういうところに政府のコントロールが届かなくなってしまって、うん、政治不信というのを招いていますし、はい、しかもその代表性民主主義とか、うん、本当になんか有効な策を打ち出せない政党政治に不信というものが高まっていまして、はい、そういう背景があるからこそなんか直接民主主義的な住民投票なんていうことを利用した独裁的なリーダーシップを志向する政治家が感激を縫って出現をしてくるということになってしまいますので、まあ、そういうなんか不幸な連鎖っていうのはもうここで一旦断ち切らなきゃいけないんじゃないかなと思うんですよね。だからやっぱりその民主主義の前提である平等っていうものを取り戻すために、うん、はい、まあ、脱ネオリベ脱ポピュリズムっていうものを政党政治家の側が打ち出していって、うん、やっぱり熟議の政治っていうものを、はい、みんなで
話を少数者擁護っていうことも考えた、はい、あの熟議の政治っていうものに、うん、もう一回舵を切り直さないとですね、うん、もうこの国のあの政治不信とかも地盤沈下っていうものは、うん、もう収まらないんじゃないかなって思いますね。ちょっとそのね、うん、政治不信が始まったっていうのはね、うん、中曽根さんの公約時なんか僕はあると思うんですよ、うん、あ売上税のね、うん、まああの頃、まあ、あれも80年代ですからね。それの出口として、うん、無限地獄の出口として、うん、なんか知らん間に公務員制度改革とか、うん、そっちに行って、うん、行き着く先が竹中だったと、うん、でとんでもない社会を作っちゃったわけでしょ、うん、怖いですね。まあ、だから結局なんか、うん、本当に有権者の方々とお話をしてるとですね、うん、自民党イコール小泉竹中ネオリベみたいなイメージを持ってる方がまだすごい多いので、三谷さんのこともうそういうイメージを持っているね、そう一般の方多いんですよ。なるほど。本当にね、ここはなんか自民党も脱ネオリベ宣言ぐらいしといた方がいいと思うんですよね。そうですね。いや本当の保守目指すんであればね、結局でもあれですね、その石川さんがおっしゃったようなそういったことを既存の政党に期待してもですね、うん、ちょっと期待に沿うような、うん、そういった政党がなさそうな気がするんですけどね、うん、だからでしょうか、ね、まあ、でもさ、うんうん、一億総活躍にね、竹中さんが行けなかったって大きいところね。あ、うん、宮内さんも入れなかったでしょ、うんうん、だから安倍さん自身も実際は、うん、あのどうなんですか、そういう路線で突き進もうとは思ってないんですかね。それはやっぱりね、安倍さんに影響を与えてる人が、うん、安倍さんが桜井教から、うんうん、あの中山教に乗り換えたのが大きいでしょ、うん、あ、なるほど。やっぱり桜井さんにはちょっとどうしても、うんうん、やっぱり既存のね、そういった政党を当てにするじゃなくって、うん、それこそ石川さんがおっしゃってたことをね、うん、もっとその大々的にですね、うん、みんながサポートして、うん、本当にそういった新しいその政治勢力を目指すとかね、うん、そこらまでいかないと、うん、日本の、ね、だから規制のや今の野党ではダメなんですかね、うん、やっぱりダメだと思う。だってもう本当にもう、うん、あの政党の補助金ですか、うん、ああいったものためにですね、うん、新党を作ってるような状態で、そうそうそう、それで離合集散しますからね、もう全然その中身ないじゃないですか、供託金を下げましょう、うん、それでね、私はあの市民選挙制度会あの審議会の審議員なんですがですね、はあはあ、あの今度あの供託金引き下げの発議というのをするようにあのお鉢が回ってきましたので、あの条文改正案を作ってですね、うん、大々的に訴えるようにということを言われましたので、うん、あ、私もっと手伝います、はい、あれ今宇都宮さんの方でそういった訴えやってるんじゃなかったでしたっけ、供託金のことは、あ、まあ、宇都宮さんそれは言ってましたね、ちょっと別々の方向でね、うん、やられてるとやっぱ300万、はい、うん、で次は、はい、お題ですか、うん、はい、あ、これ、はい、ちょっと政局の、はい、すいません、ちょっと申し訳ない、はい、私が途中でいなくなるので、うん、これ一応ね、いよいよ今週の政局で、はい、じゃあ、はい、田淵の04に、はいはいはい、いよいよ明後日に迫ってきましたが、そうです、まずこちらで大きな動きがありますね。すごいですね、レインボーカラーはレインボーマダムがいますよ。なんかすごいですね。小池さんね。一応もうあの玉虫色です。自民党からもうあの除名覚悟で出るみたいなので、うん、なんか自民党というよりも都議会の自民党をあのいわゆる抵抗勢力と見立てるなんか小泉的な演出だっていう話もありますけどね。でね、はい、実はまああまり言うとまた怒られるけど、はい、この方を、はい、朝日さんの代わりにと思ってたのがあって、うん、あ、そうなんですか、ある地方の議員の方をね、はいはいはい、その支持者の方がね、うん、某温泉でね、うん、朝日出すならこっちの良かったやろと、あ、いや党を変わりすぎたが問題じゃないんですかって言うとね小池さんはどうなんやと、小池さんは変わるたんびにちゃんと取り入ってるじゃないですか。崖から崖へ飛び移るのが上手な小池さんの例があるのに、抱きつけ商法、そう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 、小池さんの例があるのに、うん、なんであかんねやと、あ、そういうふうになるほど、その本人も言ってるらしいです。なるほど、小池さんの例があるのに、小池さんの例はかなり僕別格だと思います。例外ですからね例外中の例外ですよこれは。いやね、だから一応小池さんを外に出しまして、うんうん、対立関係にもしときました。はははでから、うん、あと変わったところは、うん、ちなみに今小池さんをなんか支援する中で元みんなの党のなんか大阪維新組みたいなのが、そうなんですよ、だから、ね、だからほらもうちょっと点々点書いてあるでしょ、はいはい、小池さんのほら大阪維新の点々点引いてあるでしょ、なんか大阪維新の田中康夫さんを応援してる連中がなんか今日も江戸川区でなんか保育園の視察になんかちらっと映ってましたけど、ね、なんかね猪瀬さんもね、あら小池氏らし
あら、じゃあ猪瀬さんも大阪維新の方でいずれなんかやらしてもらいたいんですかね。いやだからね、あの橋本徹さんはね、小池百合子さんのことをですね、あらもうリプサービス、大阪維新の東京版とか言っているんですね。あららららららで松井さんもですね、小泉さんじゃない小池さんが、うん、あの身を切る改革をやってくれるなら支援するとか言ってますよ。あらあら、ね、あらあら、まあ、あらあらなんですけど、でどうもその小池の乱、うん、であの竹中直系の小賀茂明がですね、あら松本でしょ、竹中さんは、うん、自民党でいろいろ正体バレてね、最近立場悪くなってると、うん、で桜井さんも点々点になってきてるけど、まあ竹中さんと桜井さんつながってますけど、うん、まあね、その右上にありますよ、はい、当然まあ桜井さんのところには台湾派とか金美玲さんですけど、竹中さんの方はですね、うん、まあ古賀茂明というね、まな弟子がいるわけですけど、シリーズ加山里香なんかいろいろね、いろいろこうつながったなと、こういうのがあるわけですね。アイムノット安倍で、うん、だってね、小林哲さんとこともね、そうなんだよ、そうなんですよ。だからね、日本の左翼ってさ、アイアムノット安倍とかじゃ味方だと思うの。いやもうでさ、うん、小賀茂明に大河原って入れてあるでしょ。大河原さん、あんな目にあったのにまだ友達になって。あ、だからだから個人演説会の、大河原さんの個人演説会に小賀さんがやってきて応援演説してました、うん、はあ、去年の9月正常で何があったんやろ。ねえねえ、すごいね、もうみんな、うん、アイムノットアメなら一緒になると。アイムノットアメならもうね、もうあの呪文ですよ、本当に皆さんをくっつける呪文なんで、あのね、すごいですね。なんちゅうかね、そのじゃ石破さんあたりがアイムノットアベとか言ってみます。いや、心の中は言ってますよ。いや、でも、ね、聞こえてきますよ、石破さんの声が。でもね、小川さんね、本当にね、どうなんだったんですかね、大川さんたちの TPP 反対っていうのはどうだったの。だから反対の中身が全く逆じゃないですか、うん、もっとやれの反対が小川さんで、そもそもけしからんの反対が大川さんで、でも反対っていう意味では同じだと。だって憲法も改正改悪ともに改正ですから、改憲ですからね、変更だもんね。そうそう、変更っていう護憲派と対立するのには一緒ですからね、小川さんから見れば今の TPP は物足りる、つまらんと。なるほど、手塗りからもっとやれと、で次のページすごいことが起きてますね。小川さんの、大川さんあんな目にあったのにね、で小川さんと松沢さんを、はい、うん、さて都知事なんですが、動画最新の情報、はい、山さんの選挙地区のオンエアになりました、はいはいはい、大きく変わりました、はいはいはい、宇都宮さんが出るのは予想通りですが、はい、うん、これはもう民進党がですね、はい、長嶋昭久さんと片山さんが消えまして、はいはいはい、代わりに松沢茂文、うん、本当に小橋明ってね、調整入ってるんだって、うん、この松沢さんはね、なんかあの、うん、今日あの、うん、準備が間に合わないので、うん、だからやらないっていう感じ、ね、これは小橋明、いや消去法そうなっちゃうけど、こんならさ本当そうそうなの。あ、分かった、じゃあ民進党思いっきり根折り弁なんの。そうですよ、ね、ということでしょ。へえ、じゃあ何 TPP 反対派みんな事故にってことは、私の論理でいけばですよ、はい、民進党は民主主義の敵ってことになりますよ。うーん、ね、まあ、じゃあ安倍さんに民主党はやっぱなんかね、根折り弁ってのはリベラルなんかね。ネオリベラル、あ、だからあのアメリカ的なリベラルですよ。なるほど、自由競争で個人の権利、あの、権利を拡張するっていう。で、民主の方行きまして、はいはいはい、大阪維新に一応、まああのうん、東国原さん残しといたんですが、うん、いやもうこれもやらない。じゃあカメレオン、こう、小池、うん、だから小池さん出た場合大阪維新は小池さんの応援でしょ。あのでもね、その小池さんのね、うん、はい、なんかこれあの家賃うんぬんかんぬん言われてますけど、うん、なんか安く入ってると、うん、小池さんでね、日本リビア協会の会長さん、あら、リビアですか、カダフィーさん。そうですよ、カダフィーさんと仲良かったみたいですよ。ねえ、あのその一度、あの日本リビア協会にはカダフィー大佐じゃなくてカダフィー指導者って。ああ、リスペクトしてますね。いやね、もともと彼女は関西学院大学を休学して、うん、海洋大学、うん、そうそう、なんかあのお父さんがそっち系のビジネスをされて。ああ、そうだったんですか。そう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 、だって今はダメですけど、あの、うん、あのエジプトのピラミッドの上で 和装でなんかお茶立てたとかいう話もあるらしくて、さ、だからさ、石田純一が、うん、なんか出た言ってましたけど、野党共闘、ね、統一共候補なら出てますね。石田さんが知事になったら不倫特区でくれるんじゃないかと、うん、それは皆さん喜ぶ人いるんですね。いやだけどこれでもね、文化です思いますけどね、小池さんがさ、うん、知事になったら東京都内にモスクがポンポン立つぞ。だからね、東京ハザップより先に東京ハラールが、あ、なるほど、ね、
うまい、ね、金曜日は礼拝で休みじゃん。あじゃあもう皆さん金曜の夕方からはちゃんと。僕は彼女イスラム教じゃないかと毎回疑ってるんだけどね。どうなんでしょうね。でもちょっとやっぱり異色の経歴、そうそう異色の経歴ですからね。まあ知りませんけど、うん、あれちゃいますわ。でもさ東京都庁でさ、うん、お昼休みの代わりにさ、うん、アザーンがなんのか。うわーやめてほしいな。都議会中断みたいな。都議会中断で。でもこれもう都民不在ですよね完全に。いやだって結局なんかね、うん、冒頭解散とかに出してますけど、うん、そうそう、まあ解散できないですけど ね解散権ないわけだし、どっちみち来年の7月には任期満了で都議選なわけで、はいはいはい、あの不信任案を出してもらうとすると、うん、ね、わざと議会が嫌がることを小池さんが知事になった場合するとすると、うんうん、まあなんか党勢はまた停滞をするわけだし、うん、じゃあ名古屋市長ばりに自分が先頭に立って、ね、うん、リコールの住民、ね、解散請求をするのかっていうと、うんうん、だからあの舛添さんをやっぱりネタに使ってるでしょ、うん、今回舛添さんを大選手委員会で追及していくっていうこと、そうですよね、あれはやっぱり、まあ、あれもポピュリズムですね。大阪維新がついて、うん、みんなの通るグループがね、そうそう、もう今いや僕ね前から思ってんねんけどさ、うん、ネオリベさんってさ、はい、なんかイスラム教のさ、うん、神話と見てないかなって思ってんねんけどねいやそので最後僕には訴えないで、いやいや最後は自爆テロでしょ。いや違うそれ、はい、そういう武装的なことするのはスンニ派、うんうん、あーそうかそうか、シーア派はねあんまりそれしない。あそっか逆ですね、うん、でもね、はあ、なんかねあまあ、イエスはスンニ派ですからね。小池さん仮装かなんかな、もうモスクボンボンできるんちゃうかっていうのと、でもあの出馬表明のタイミング絶妙ですよね、うん、いやそれでね、うん、やっぱり民進党は武蔵蓮の神ではないかと私は思うわけですよ。やっぱりなぜかっていうと岡田さんの立場に立ってみたら、うん、まあ今回参議院選挙惨敗してね、うん、降ろされんとこ思ったら都知事で勝つしかないないし、で相手がね、うん、そのカメレオン小池百合子だとした時に、うん、今だとこれあの都知事選じゃないからね、うんうん、参議院選中ですね、彼女立候補してないからね、あのその小池さんだとしてねね、うん、小池さんとさ、うん、増田さん、うん、あと何上杉隆石田純一、ああまあそれはいいですけどね鳥越俊太郎って進まる、あらら鳥越さんまで出る気満々ですよね。なんかはあ、まあだけどさ鳥越俊太郎が民進って出てきたこれ分からんけど、うん、民進は民進とこれやっぱり蓮舫ちゃいまんのこれ、何蓮舫さんだってトップ当選じゃないですか参議院で。いやだから小川さんが7位だった場合、あちなみに小川さん7位の場合は5位6位は誰が入るんですか。5位6位田中康夫さんと、田中康夫さん分からへん、三宅洋平、三宅洋平の話も出てますね。出てますね。ちょっと明日選挙フェス見に行きますけど、今日僕ね朝日さんのね、はい、あのじゃあ下行きますよ、はいはいはい、でまあ中川さん、滝谷さん、蓮舫さん、うん、山添さんまではまあいいですよ、うん、この4人はねもう確定 で、 いいで、ね、なんか朝日さんのね当格ってあっちこっち出てるんですけどね、はあ、僕どう見ても信じられないんですよ、うん、今日もあの秋葉原のね、はいはい、あのタクシー乗り場のとこ見たんですけど、うん、青いシャツ着て運動員もいるけど誰も聴衆がいないし、うん、私セビロンスに聞いてみたんですよ、はいはいはい、朝日さんどうですかって言ったらなんか、うん、フフフフフって笑うんですよ、顔引きつってました、そう、いやご本人が、いやいやいや運動員が戦隊の、ね、あまあ戦隊は生かされてるだけですからね、うん、だってさどこの地方議員も誰も来てないのよ、なん自民党の区議さんとかいらっしゃってない、来てないんです、都議も、そうはあ。だからそのみんな自民党のやっぱりこれ票を組織を分けてやったというのは日経とかに対するリップサービスであって、実際やってないとと思う。はあ。いやだってね、票割りなんて当てなるかい。だって街頭演説でお騒がせをしています。199センチの朝日健太郎ですとかって言ってて、あらそんな背が高いと。そこ大型新人。そこだけですか。アピールそこだけ。政策言ってないですか。そう。それ下手にねそれやると日本語でデクノボとかありますよね。でも憲法のこと聞かれても答えられへんしね。多分党の方が草案を出していると思いますとか回答して、多分ってなんだって言いましたからね。まあ、それしかもその草案がすごい草案だというの知らないですね。あそれとあとその浜田和之さんがですね、ちょっとですね、うん、言いにくいような
自爆テロ戦略を取っておりまして、ね、ほうほうほう、なんかやってんですか。でもちょっとそれはですね、あまりを電波で言えないので、そのツイッターをフォローしていただいてですね、ツイッターで皆さん、いやもうちょっとこう女性の前では言うことがはばかられるような、もう破壊戦略を入れておりまして、だって浜田さん本当にリベンジで出てるわけでしょ。いやもう田中さんの足を引っ張るためだけに、そう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 、だって、いやもうそれのね破壊力がもうすごいんです、ちょっとコスプレ的な格好されてますよね。もうやめますね。もうちょっとそのちょっと言いにくいようなやるんですか。これはちょっと、それは日曜日にわかるんですか。いやいやいや、だから私のツイッターをすぐ、はいはいはい、まあ、皆さん田淵さんのツイッターで、これはもう電波では電波っていうかネットでは言えないと。ツイッターであくまでもツイッターでフォローしていただければ、田淵さんから直接お聞きください。もうちょっとね、やばい、やばい。ただ浜田さんも一応ポスターだけはちゃんと貼れてましたから、だから ねそうなんですよね。あと横久米さんが結構力を持って、いやだから僕横久米さんを動かしてる組織どこなんですかねっていう、なんか横久米さんの地上戦が結構効果が出てきてるなっていう分析で。もそうなんですよ、だから、ね、横久米さん、小川さん、増山さん、三宅さんの中で一人しか通らないよ。あ、もちろんもちろん、そうです、左側からはね、もちろんです、そうなんですよ。それとあと比例ですけど、なんか支持政党なしが1議席かもっていうことを出してるとこも出ているらしいんで、あ、そして朝日さんがダメなら田中さんが滑り込むんだけど浜田さんの、そういえばね、自爆テロ橋本久美さんがね、小林光輝系だったり田中康夫に変わりましたもんね。そうなんですよね、そういうどいつの時点で、昨日、あらららら、じゃ最後追い上げてきてるんですね。やっぱ小林さんが、怒りに行っちゃったじゃないですか。やっぱり国民党ならよかったけど、怒りの声に入っちゃったから、そう、自民に戻る可能性がなくなったんではないかと。だってこの怒りの小林節さん、なんか松山里奈さんの応援に駆けつけてたっていうね。昨日までやってた、ね、そうそうそう、怒り大丈夫なのかって話で心配してる方もいらっしゃいましたけど、一応東京地区推薦出たんですよね、怒りの声からね。松山さん、松山さん、だから最初からあと真山さんと小立さんも推薦してるんですよね。あ、そうなんですか。真山さんと小立さん、じゃあ怒り出る必要なかったじゃないですか。何がしたいのかよくわからないですよね。お金出してね、小林光輝これね、黙っとったら小池百合子の後に入れたかもしれない。だってじーっとしてればあの選挙区もらえるじゃないですか、ねえ、だって今でもやっぱりあの選挙区でやっぱ浸透しますからね、あのねパーティーとかやってもね、いや行きます行きます、やっぱ長かったですかね、長かったですかね。まあそれでも、まあ、どれぐらいね小川さんが頑張るかな、小川さん本人に聞くと、まあ蓮舫さんが都知事出る出えへんで、盛り上がっちゃったんで、盛り上がってがっくり来たわけでしょ。ものすごいもうね蓮舫さんに票が流れてるんですね。蓮舫さんの出る出る詐欺でやられたとかって、でまあ小立さんが危ないという状況から見ると、その R だね、やっぱりR 厚生会の、ね、立場を考えると、ぶっちぎりで当選いかないと、そうなるとその分小川さんのに回す余裕がないと。でまたなんか滝谷さんが昨日でしたっけ、2位じゃダメなんです、私を1位にしてくださいとか言っちゃったもんだあら、じゃあ向こう蓮舫さん激しく怒りまして、あらら、じゃあ向こうもなんかお互い蓮舫さんも1位じゃないといかんと、あら、だって2位じゃダメなんですかって言ってた方が、自分は2位じゃダメなんですか。そうそう、いやいや、これは、ね、いやもうだからね、とにかくですね、蓮舫さんが滝谷さんに負けるようなことがあったら、なるほど、もう庭野さんが発狂することになる。なるほど、スパコンは2位でも自分の当選は1位じゃないとダメ。しかも今回ですねパクシン君さんも、あ、それから藤末さんも、はいはいはい、対戦でございます。あ、なるほど、その辺もやっぱり比例でちゃんと受からないと。比例でパク・シンクさんのね、いや、まあ、R の大事な大事な候補ですから、あの結構パク・シンクさんのポスターあっちこっち見ますよ、まあ、あれはどこ貼ってもいいんですよ、比例は、なんか工事現場のあのなんだっけあのなんでトタンみたいなとこ貼ってあったり、そう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 、お、結構あっちこっち見ますよ。なんか選挙ポスターによく似たものの2分の1縮尺みたいなやつを、印紙貼ってる人いますね。ちょっとあれ比例はね、なかなかね、掲示板がないからきついんですよ。なるほど、ね、そうそう、結構ポスターね、ビラ代わりに配ってる人いますよね。そう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 、っていうかあんまり効果ないですからね。なるほどね、そう、なるほど、ということで、はいはい、ここがどうなのかなと。いやー、ここ終盤戦で面白くなってきましたね。本当としてますね。だから5位6位とかかなり団子になってきてるんじゃないですか、実際問題として、まあね、朝日健太郎さんの件も考えれば。ところで聞きたいんですけど、須澤さん、はい、この東京都知事選のね、はいはい、その反 NHK の、はいはい、立花さんどうなんですか。いや、立花さんは出ますけども、ただ当選は目指さないとおっしゃってます。いや、だから自分はもう政見放送に NHK の5分間本当にお出になるんで
でも出ます、うん、で5分間の NHK の政見放送で、うん、NHK をぶっ壊すというですね、うんうん、そういった叫びを何回かすると、うん、あこれ前代未聞ですね、全部で何回するでしょうと、いやその蓮舫さんがお出になったら違うんちゃいます、うん、だって都知事選挙まあ、応援しないね。私はもう前からあのどうも立花さんは蓮舫さんの味方じゃないかなって気がして、あらら、じゃあもしそれはないでしょ、いやじゃあ参議院選終わって、うん、まあ某小川さんが7位になった時には蓮舫さんが辞退して都知事選挙出る立花さんはそれを見て、じゃあ俺は一旦やめようかっていう流れに なるんですかね。どうですまあ一応そうだったら予言者と呼びましょう。あ、それあと旗とさんが三宅洋平さんに入れますってツイートしてました。おお、結構でも三宅さんへの動き広がってますよ。いやだったらね、うん、そこの点点点がね、うん、右の方太くなってるわけですよ。なるほど、うん、だからそうそう、だから三宅洋平さんの支持者は小川さんに入れろとか言ってシールズ奥田さんとか言ってなんか内紛状態になってます、うん、あ、そうそうそう、だってあとね、さらに言いますとね、はい、昨日の放送の選挙落ちでも言いましたけど、はい、創価学会で安保法案に賛成したことが許せないという不満分子がどこに行くのかなと思ったら、うん、三宅さんのところに行ってます、うん、あ、やっぱ実際そうなんですか、うん、だってあの先週の選挙フェスで、ね、あの創価大学の学生さんが、そうそう、学生さんがどこに行くのかなと思ったら、さすがにやっぱり民進やったらなかなかいかん、うん、あれ独自の動きなんですか、あれっていうのは、うん、三宅さんに行くというのは、まあ創価学会会員の 5% ぐらいの動きでしょうけどね、うん、でも大きいですね、うん、まあだからそこがね、うん、いや三宅さんのところに乗りそうだと。はあ、なぜかっていうとね、うん、三宅さん今回って左翼丸出しじゃなくて、うん、妙に小沢さんに近い、なんか会見とか言ってますもんね、うん、なんかね、会見とかね、そう、会見も改正ですからね、うん、しかもね、なんか妙に生活保守的なね、うん、そうそうそう、だって消費税のこともなんか、うん、だからさ、そうそうそう、なんでそれをね、うん、増山さんが言わんかねえと思ったわけ、わ、うん、かりました理由が、うん、はい、いいですか、はい、もう選挙最終日は言いますけどね、はい、増山センターが考えとかなあかんのはね、はっきり言ってね、はい、小川さんをもっと攻撃しないからこんな苦戦するわけですよ。うん、まあ、だって本当はそこに入るべきだったわけでしょ。いやだってどう見たってそうなんですよ、うん、この図見たらね、うん、だから何できないか考えてみた、うん、私の田淵説、はい、社民党の東京都連会長は、うん、羽田圭司さんで、うんうん、世田谷区の区議ですが、はいはいはい、なんと世田谷区では社民党は一人しかいません、はい、今までは生活者ネットと組んでいたんですが、うん、あの例の S ライさんのあの問題で、うん、S ライさんが生活者ネットから出てくことになりまして、うん、はいはい、そうですね、社民党にお入りになったということもあって、うん、今社民党と生活者ネットは喧嘩しております。はいはいはい、だから昔は青年者だったんですよ、うんうんうん、略称がね、はいはいはい、ところが今民進者になってまして、あら、民進者、去年の4月からですね、うん、ということは民進党と社民党は世田谷においては優等だ、うん、そう、組んでるんです。ということは小川さん、じゃあ小川さんは攻撃できないですね。そういうことなんです。だから、うん、まあ、これはこれ見た時になんか痛いですね、ちょっと、まあ、増山さんにとって一番痛かったのは、うんうん、都連会長が民主党と統一会派を組んでいたという、うん、はあ、だから最初から民進党に対する攻撃できないと、うん、それやったらもっと山添と戦わなあかんかったよ。いや、そりゃそうでしょうね。それやったら、あと三宅さんの支援者の中にはなんか山添さんも受かるから山添さんの票を少しこっち回すぐらいのというの趣旨のこと書いてる人もいましたよ。共産党って余裕で受かるでしょ今回、うん、まあ ね、まあ、でも夫人の発言がちょっとね、あれはね、あ、そう、あれ結構大きいです、ね、いやだからね、あれでね、うん、いや、あちこちブレーキかかってますよ、ね、埼玉県のね、うん、西田さん助かったって話です、うん、なんせ高田邦子さんが本気出しちゃいましたからね。ねえ、だから大野さんね、もうだいぶ勢いついてきましたね。もうね、でも高田さんが来なかったら分からなかったでしょ、あそこも。いやでも高田さん旦那さんが D です。いや、まあまあ D2 、うん、まあ、いや、まあって、うん、まあ、そう、本当にね、須田さんに申し訳ないけどね、うん、増山さんの陣営で、うん、もうちょっとそのね、うん、いやだから戦略的に考えないと、うん、どうかなっていうのはね、でもね、やっぱりね、増山さん決まったのが去年ですからね、だからあの時点ではもうやっぱりこの流れはやっぱ予想できないですよ。社民党として動くしかないわけじゃないですか。
だからで最後の最後で三宅裕司さん出たのも結構そうですね、だって山本太郎さんとツーショットポスターですからね、そうですよね、だからそれまでは山本太郎さんも、うん、あの増山さんをね応じたんですよね、そうそうそう、でも先週ね、うん、土曜日のね、うん、選挙フェスにね、はい、なんか増山さんを呼んでたらしいんですよ、うんうん、一応なんか幅広く声かけてるじゃないですか、あの山本太郎さん、はいはいはい、山本太郎さんの性格を考えると、うん、増山を頼むぜっていうふうに言ったかもしれない、うんうん、いや出ればね、出ればね、うん、それを生かさなかったのは羽田さんだそうです、うん、だからもうここは一緒にやることの意味がないって彼は思ったんでしょ、いや違うんですね、はい、そんなことしたら、うん、比例で生活の党と負ける、うん、つまりどういうことかっていうと、うん、え福島みずほさんにとっては青木愛ちゃんができたんですよ、うん、ああいや今生活も厳しいって話ですけどね、ただ1議席争うことには違いないですね、そう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 、どっちかしか受からないですね、うん、えそうでも青木愛と、うん、福島みずほさん、福島みずほってファン層重ならへんでしょ、重ならないけど、あの野党、いやいや重ならないからこそ、あの票どっちかがどっちかを食うんじゃなくて、うん、あの微妙なんですよ、あのなるほど、そう、うん、でそこに新制度なしがなんか社民党上回ると噂もありますから、本当それそういうことはない、もしかすると社民党があの比例でゼロっていう可能性もある、まあ、あるってことですね、あのいや実際ね、あのなんかマスコミの何社かは新制度なしのに選挙の開票の当日の取材申し込み来てるそうです、だから情報持ってるとこあるんで、私は思うけどね、うん、社民党はあそこの増山レナのところなぜ佐藤あずさにせんかったかなと、ああまあそれは言ってもしょうがないですね、だから可能性はもっと強かったかなって、まあでもそうなったらなったで、去年の12月2年でもしそうなってたらまた違う流れが生まれてるんじゃないですか、そうですか、でも社民党の本部は佐藤あずさに行きたかった、でもね、その、うん、まあそれで東京とかそういうだけじゃなくて全国考えるとね、これどうなんでしょうかね、うん、全国で佐藤あずさんが知らない、いわゆるその、全体で、与党が3分の2を ね74に減ったんで、そうそう4人いますからね、もう間違いなく交渉しますけど、うん、秋の臨時国会食品安全等々の、うん、あれもあるけど、うん、もう憲法改正に動くでしょ、だから、今後3分の2いかなくても憲法改正できる、そうそう、74は結構、74はクリアしたの、そうそう、だって猪木さんだとか渡辺道太郎さんだとかいろいろね、うん、4人ほどはもう憲法改正の、まあ、だから、うん、ぜひですね、都知事選終わったらこの番組もね、はい、もう憲法は改正されるものと発議されるものというふうにもう決めて、どう改正するかをもう考えた方がいい、あの TPP と同じでもうやるとなったらやっぱり有利な条件どうするかと、うん、25条はどうするか、うん、国民のためになるのはどういうことなのか、まあでもこれ考えるチャンスになるわけですよね、もう26条なんかすぐいけるような気がしますよ、教育をね、大学まで無償化するっていうのはね、だって三宅さんも憲法改正の話は彼も言ってるじゃないですか、三宅さんがね26条改正賛成とか言い出してるから、うん、そうなんですね、あの石川プランが実現するんですかね、あついでにね、うん、幸福実現とも賛成で26条改正、ああ、いや庶民共産以外みんな賛成、うん、だから結局改憲勢力ってもともと3分の2以上いるんですよね、いやだから船田さんが96条のあんなことするから悪いんで、そうそう余計なことをね、でもう一つはね、うん、自民党の改憲案をね、うん、ちょっと変えません、そうなんですよね、うん、だから緊急事態条項をあの言い過ぎ、そうあれはダメです、あれがダメです、あれ一番叩かれてるところですからね、緊急事態条項知ってます、公明の修正が、うん、あの田淵意見の通りなんですよ、うん、議員の任期延長だけ、そう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 、うん、だから他はダメでしょ、あの個別法で対応できることを憲法に入れちゃダメ、いやいや、そう、だって議員の任期延長だけはやっぱり憲法に入れとかんと、うんうん、あれはやっぱりそうそうそう、よくあれだけはいい、うん、だからその辺ね、うん、そこは権力を国家に集中させるとやっぱ危険なことですからね、あとダブル戦の禁止ぐらい入れたんですね、あいいですね、ダブル戦の禁止入れたんですね、うん、やっぱりダブル戦やってる最中に緊急事態起きたらまずいですからね、そう、そうそう、だからダブル戦の禁止でしょ、うん、一応2分の1の参議院は残ってますけどやっぱりダメですよね、うん、私ぜひあと必要と思うのは、うん、あの衆議院解散したら参議院同時に閉会ってのおかしいと、うん、ああだって参議院は動いてないとダメですよね、うんうん、でもあれはやっぱあの憲法作った時にはなんかそういうふうにあれはもともと一員制にされちゃうところを、うん、そうそうそう、頑張った結果なんです、うん、貴族院をあの形で残したってことなんですね、うん、だから残すために一応はあの衆議院の方を優先するからってことなんですよね、うんうん、なるほどですね、まあ、あとはあれですよね、あの国会同意人事と決算について参議院選議するとかね、うんうんうん、だからもっとその、うん、
任意性の良さを生かすようなですね、うん、具体的提言をですね、うん、もうこの番組でもやってられる、うん、まあ、だからちゃんとしないとまたね参議院廃止論とか出ちゃいますよね、うん、そう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 、だってカーボンコピーなんて言われてるわけだし、うん、であとはねじれた時に厄介なだけでっていう、うん、参議院は参議院で独自の動きができるように、うん、やっぱり良識の府としてやっぱり動いてほしいですね、うん、だから決算と国会同意人事を宣言することに重要なんですよ、うんうん、そうすれば参議院の存立意義がすごい出てきますよね、うん、だからその、ね、やっぱりその監査委員会であると僕は思うわけで、うんうんうん、特にその内閣不信任案と解散がないということは、うん、アメリカと一緒で、はい、あの衆議院と違って参議院はね、うん、非常に典型的な三権分立ですから、うん、はいはいはい、やっぱりその点で、うん、監査機能と国会同意人事などを強化するというのがですね、うんうんうん、非常に良いと思います、うんうん、どうですかね。だから、ね、衆議院のようにいつあるかわからないあの解散にビクビクするような存在なくて、うんうん、もうどっしりといろんなことに腰を据えて、うんうん、でしょ、うん、あとそれから統計局の機能を強化するとかね、うん、ちょっとね結構ね、うん、参議院じゃなきゃできないことあるんですよ、うんうん、あと公文書管理の強化とか、あ、うん、なので、うん、ぜひですね憲法を考えるみたいな形の設定で、うん、この番組ももっとそこにこう、うん、ハイレベルに練り上げていくのが、まあ、まあ、あの、うん、この番組だけじゃなくて他にもいろんなねまた番組をやりたいと思ってますし、うん、でそういうところでもね、うん、あの特集を組みたいですよね。憲法改正の発言あると思ってます、そうですね、はい、まあ、まあ、そうですね、この、うん、まあ、今度の、うん、本当にもう差し迫ったあさっての、はい、この選挙とね、それからもう、うん、今月末ですか、うん、あの都知事選で30日ですね、まあ、この都知事選も結構国政とね関わりを持つというか、うん、まあ、この前も、うん、あの原発の問題でね、うん、相当是非非かと、まあ、まあ、ま、ね、小泉細川さん出て偉いことに、うん、そういうのもあって、うん、この2つの選挙が決まることによって、うん、まただいぶねこれから あの日本のあり方も違ってくるか、うん、方向性がねいう気がしますからね、はい、ということで、はい、一応この話題はそろそろ、はい、最後の、はいはい、最後、はいはい、はい、食品は2つ値売りで、はいはい、で、田口先生の方はそろそろ、はいはい、お知らせ、はいはい、じゃあここは石川さん、じゃあこれは石川さんのお願いします、ね、はい、はい、何番でしたっけ、01です、01ですね、はい、はいはい、まず食品安全に関してですね、はい、東洋経済オンライン、先週はアメリカ牛のですね、うん、話が出てました、はいはい、今週はあのオージービーフの話でして、今人気の、オーストラリア産の牛肉は安全と言えるのか、ホルモン使用をめぐるスタンスが米国とは違う、うん、オーストラリア大使館から来ましたね、はい、あ、そうなんです、まあ、あの先週成長ホルモンというのは慣習的にですね業界で成長ホルモンと言われているんですが、まああの正しくは肥育ホルモンと言いますですね、熱に強く消化吸収で分解されないということは食べちゃうと人体への影響の可能性が大きいということですね、危険ですね、はい、で、日本国内で販売されるオージービーフはほぼ全量が肥育ホルモン不使用、これ大きいね、だからいわゆるこう肉でこうスーパーで売ってあるやつは安全な、うん、そうなんです、だから結局その大手のところが、そう大手のところが売っていたり大手のチェーン店で出される、うん、提供されるこのオージービーフは安全ではあるというふうにこ の, あの連載書いてありましたね、このイオンがさ、うん、だってタスマニアビーフって大々的にやり出すんだから、うん、すごいです、あれやっぱりもうブランドとして定着してますから、ね、いや、あのタスマニアビーフね、和牛とほぼ同じ値段で売れるんですよ、うん、ここ、ああ高くてね、はいはいはい、これね、うん、やっぱ安全って大きいですよ、あれか、あのいわゆるハムソーセージとかは別で、うん、普通に焼肉とかで使うオージービーフは、うんうん、そうか、ホルモン剤なしで餌は遺伝子組み換えではないんだ、うん、大変なこと言ってしまいましたね明日からまた買い負けるぞこれ、あ、またあのなんか面白いのがもう一つ出てたのがですね、なんとですね、うん、EU の話なんですけれども、はい、あの今話題の EU ですけれども、はい、アメリカと貿易紛争をしてまでですね、あのアメリカビーフをですね輸入禁止にしたんですよ EU、 そうそうそう、あ、やっぱり成長ホルモン、はい、はい、だからホルモンを使っているものは輸入しないよと、うん、いうことをですね、うん、EU は言っていて、やっぱ消費者保護にかけた EU ならではですからね、そうなんですよ、で WTO にアメリカから提訴されてもめげずにですね、はい、そこは守る、それを守ったということで、はい、その交渉術に日本は学ぶべきなんだ、ね、その時に邪魔してたのはイギリスなんです、そうなんです、イギリスはアメリカと共同歩調をしようとしますからね、
そうそう、だからね、あのね、うん、あのドゴール時代に EC に入ろうとしたら、うん、アメリカのスパイだって言って排除してた、うん、あすごいですね。今度うるさいイギリスいなくなったから、うん、ますます厳しくなる。で2009年に EU はその肥育ホルモンを使用していない牛肉についてはアメリカから年間2万トンの無税輸入枠を認めたんだけれど、うん、ホルモン剤を使っているものは輸入禁止措置を維持するということで、うん、取り決め妥結された。報復関税されてもまだやるんですね。そうなんですよ、まあ、WTO に提出されてもめげず。そうですね、でこういうところはちょっと日本はヨーロッパとか欧米っていうとなんかイギリスアメリカってばっかり思いますけど、うん、違う、やっぱり真似すべきは EU でしょうね。やっぱ EU は生活保護、うん、あ、まあ、生活者を保障して、うんうん、そうですね、あの育児休暇3年ですよ、うん、だから、それだから 1歳児保育で0歳児考えないでいいわけですよ、うん、ずっとだから親が面倒見て、すごいですよね。すごいですよね。だからあのフランスはあの出生率がね随分高くなって、そうですね、でなおかつその、ね、あの GDP の成長率もね日本よりずっとドイツフランスは高いんですからね。まあ、だからオージービーフ全量ですねホルモン使用にするように働きかけるということと、うん、あとやっぱ国産肉類に関してはこの非遺伝子組み換え飼料を使用したり肥育ホルモン使用なんていうことで付加価値をつけていくという攻めの農業がいいのではないかと、うん、先週に続き私も声を大にして申し上げたいですね。あの近日中にもう今日ね、はい、まあ、まあとにかく近日中にあの、うん、公開できるようになったら、お石川さんとか美術さんが作ったマークも、お、はい、何々すごいよ楽しみです。 はい、あと02にお願いします、うん、やっぱりオージービーフか、うん、そうなんですよ。あ、またあらまた大変だね、はい、あとはちょっと面白い記事がいろいろ出てまして、世の中流れが変わってきたのかなということで、はい、内需型社会と中間層を取り戻そうと題してみましたが、うん、毎日新聞のですね、うん、まあ、あのエッセイというかあの天星人語的なやつですね、うん、あれでですね、前提をめぐる疑問というタイトル、何の話かと思ったらですね、うん、水野和夫法政大学教授のですね、うん、あのコメントなんかの紹介がされていまして、はいはい、全国民がグローバルな競争に立ち向かい総活躍しなければならないなんてことないですよっていうのが冒頭にいきなり、ね、いや本当そうですよね、まあ、結局日本の輸出産業の売上高は全産業の1割未満ということで、9割は内需型企業なんですよね、はい、日本は内需の国ですからね、これは韓国と大違いですよね。中間層がない国とは違いますよね、はい、だからグローバリゼーションが進むほど地域社会の安定が重要、うん、日本から転換をということで脱ネオリベっていうことをですねこの、うん、あの毎日新聞が歌っていますよね。毎日新聞が言うの、そうなんですよ。あ、ですから結局のところ中間層の購買力を向上させるということが必須なわけなんですけど、そうですね、まあ、提言としましてはですね、はい、石川久美子提言、中間層の購買力向上による内需拡大で日本経済再生を目指せということで、はい、このままあの日経新聞のコラムなんか社説とかに使っていただいてもいいかなと思いますね。昭和に帰れて感じですね、で、あの面白いあの、うん、統計が出てましてですね、はい、明治安田生活福祉研究所、うん、20から40代の恋愛と結婚というですね2016年版のですね、あの調査の報告が出ました。はい、低収入では恋人がいるいない、交際経験があるない、うん、婚活経験があるない、うん、結婚願望があるない、うん、結婚予測あるかどうかっていうのはですね、これ優位に減少しています。あららら、つまり特に男性の場合なんかそうなんですけど、収入が低いとも恋人を持ちたいとすら思わない、結婚願望すらないというか、少子化に直結しちゃうというですね、お金かかるから無理だっていうふうに諦めちゃうんですね。そうなんです。で、結婚が減少して親元での同居が増加すると結局耐久消費財が売れないわけですよ。家電買わなくなりますからあれは新宅に移ることで売れるもんですからね。そうなんです。少子化の原因にもなりますしね。でここをやっぱりなんか手当てしていかないとあのまずいということですね。ですからやっぱりあの車もそうですよね、うん、車買わないもんね、うん、まあ、うちもですけど、まあ、免許持ってなかったりしますからね、もう教習所に通うお金がないみたいな若い人は、あのみんな大学時代に教習所行くのに、うん、今行かないですよ ね、 ね、 だってね、楽器のね、奨学金の創生だけで、そうね、そんなもう免許なんか取ってるお金ないですよ、うん、でそしてあの朝日新聞の世論調査ではアベノミクスを見直すべきだという人が 55% という結果が出てきまして、結局やっぱりあの中間
層にまで恩恵が回っていないので、富裕層は、ね、恩恵が出てるので、うんうん、アベノミクスは成功はしてるんですが、うん、その成功の果実がごく一部にしか渡っていないということで、うんうん、中間層にもその恩恵を行き渡らせるのが今後の課題ということですよね。全然です、強化です。だからそうなんです。だから最低賃金引き上げとか大学の学費無償化、うん、軽減税率拡充などで、まあ、可処分所得を増加させるというね、うんうんうん、あの中間層拡大に向けた政策が今後ますます必要ですし、これは安倍さんがやっぱり、まあ、そうなんですよね。で結局それがやっぱり可処分所得を、ね、中間層の増やすっていうのがもう最大の景気対策ですし、うんうん、はいはい、アベノミクスの果実を家庭の食卓へっていうスローガンで次はですね、うん、あの選挙後はあのやっていていただきたいなと思いますね、うん、だからこれはあの、うん、なんだっけ、前回のリーマンショックの時は中国の内需で世界が助かったけど、これはやっぱり日本初で今イギリスの EU 離脱に始まった世界的なちょっと不安定さを、経済のこれを日本から内需拡大することでやっぱ世界を救うってことが可能ですよね。安倍さん聞いてますかって感じそうなんですよね。アベノミクスこの道しかないじゃなくて、この道をさらに前って言ってるんだったら、これやってほしいですよね。そう、アベノミクスの果実を家庭の食卓へっていうスローガンはいかがでしょうか安倍さん。いいですね、はい、でもまあどうなんでしょう、今とにかくもう景気、世界全体で景気悪くなるから、うん、消費税の増税を延期したわけじゃないですか。2回も延期してるんですよ、うん、特に2度目は嘘ついてまでやってる、うんうん、2度あることは3度あると言うのでね。いやもうこの先政権変わっ、あの安倍政権なくなった時に消費増税できる政権なくなりますよ、うん、こんだけ人気のあるっていうような支持の高い政権でさえできないわけだから、うん、もう無理でしょう。それやっちゃったらもうその政権ぶっ飛んじゃいますから ね、 そうね。だからもう8で止まってるんだったら8であと軽減税率をどんどん進めるとか、うん、内需の方にどんどん向けて、それで今度はあの税金が増えるような、増収になるような、だから富裕層向けのね、うん、あのそれこそマス増え税の導入、あ、はい、だから新幹線のグリーン車であるとか、ファーストクラスとか ね、 ね、あとね、あの書、あの書が骨董、ああそれはもうマス増えさん大好きな、あとはまあ有価証券とかね、はいはいはい、あの飲食、土地の売買、ああそれマス増えさんが好きな、ね、あの不労所得なんかはね課税をして、あと飲食店もね、あの、ね、高額飲食税ですね、そう5000円とか1万円とか、うん、もう増田さんがとにかく使うようなところには全部、増田さんが自腹ではやらないこと、そう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 人の金でやろうと、税金でやろうとしてるところにはどんどん税金かけましょうと、うん、そうなんですね、これしかないですね、この道しかない、あ生活保障この道しかない、その通りです、はい、了解しました、はいはいはい、じゃあ一応これでお題をみんなすべて終わったということですね。すね、はい、わ、はいはい、かりました。はい、はいはい、じゃあこれで、はい、田部さん書いちゃいました、ね、ちょっとね、はいはい、お書いになりましたけども、はいはいはい、まあ、はい、選挙の結果出て、また来週は今度は都知事選ですね。そうですね、はい、結果のちょっと総括もしたいですし、はいはい、また話題盛りだくさんの、ね、はい、話もしたいですし、はいはい、ね、まあ、また来週も教えてください。もう都知事選始まってるんですよね、来週だと。都知事選は14日が公示なんで、15ですよね。あ、そうですか、ね、だったらもう始まって、じゃあもう大騒ぎになってます ね、 そうですよね、まさかこの人が出るとはっていう感じで、また第4第5の候補が現れる、ね、でこの人はやっぱ辞めたかって感じで出るかもしれませんね、はい、楽しみです、はいはい、じゃあまた来週もぜひ来てください。はい、今日はお待たせします、お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうも。優しい声で丁寧で、ほのぼのしてて穏やかで、でも意志の強さと行動力はびっくり仰天、日のごとしまっすぐ進みます。中山京子代表、日本の心を大切にする育まれた日本の心を大切に、だから素直に名付けました、日本の心を大切にすること。ちょっと長いですけど、日本のために覚えてください。心で生きている中山京子代表、
するとで考えたアイデアいつも持ってます。例えば景気回復の新発想、消費税マイレージ制度です。我々は消費税マイレージんだ、払えば払うほど後で嬉しいのだ。これで老後も安泰ね。切にすると僕の方が君を幸せにできる。僕に交代してみないか。バラ色の人生が待ってるよ。出産や子育ての費用も教育費も老後の生活費も介護の費用も僕に任せれば全部 OK さ。高速道路も乗り放題だよ。お金は大丈夫？細かいことは結婚してから考えるよ。根拠のない自信に人生を預けられますか。根拠がある自民党。あなたはいらっしゃい。久しぶり。口先だけじゃなくてこうして政策してるんだよ。じゃあ見せていただくわ。当店自慢のマニフェスト面、うちはこれ一つで勝負です。油が足りない。じゃあ給油しますよ。ちょっと、給油はやめるんじゃなかったの？給油やめます。地方食が足りないな。いやいや、ほらこんなに。成長性がないじゃないですか。いやいや、ほらこんなに。子供にも優しくしてよ。はいはいはい。26,000円分のふりかけをばらまくよ。ちょっと最初と全く違うんじゃない？いえいえ、最初からこれです。相手に合わせるだけでは誰一人幸せにできない。揺るぎない政策、自民党。4人バラバラ売れ棒です。テロ対策での給油、反対反対反対。本当ですか？とも言えない。貿易自由化自由化自由化。何言ってんだ。とも言えない。地方文献文献文献とも言えない。ブレフォーに日本の明日を任せられますか。ブレない政策、自民党。どうなった？チャーミン、チャーミン、シャミン党。
笑顔になれる社会作ろう。君の声を今受け止めよう。 Yeah, yeah, yeah.